早速原子力第37回の原子力市民会を、開催したいというふうに思います。はい、で今日はテーマはですね、原発事故はメディアの報道をどう変えたのかということで、副代表してエネルギー政策の議論に来る市民会と、ま、2つちょっと、テーマが重なったような形になっていますが、今日はですね、金平さんに、TBS の報道特集特任キャスターお越しいただいて、ジャーナリズムと原発報道について、詳しくお話しいただきたいというふうに思います。金平さんはご承知のように、テレビでの原発報道の、まあ、ある意味最先端というか、常に問題を呼ぶように報道されていることで知られています。はい、つい先ごろ、私の前 の、 座長の吉岡仁さんが、取り上げられた忘却と断食膨張でしたっけ、はい、ETV 特集の、放映がありまして、でそれが最優秀賞、中の最優秀賞を受賞したということがありまして、原発報道大変残念ながらあそこでメディアで取り上げられているのは非常に素晴らしいんですけども、なかなかですね、 ETV なので深夜枠でしか放映されていて、はい、あれは原発事故の前の、吉岡さんの、ご活躍というか本当にやられた話と、原子力、当時何委員会だったのかな、原子力委員会でしたね、で関連で、核燃料サイクルの是非について議論しようという時に、吉岡先生は委員として参加していたところ、実はすでにですね、裏で、結論をもうあらかじめ固めてしまっていて、で、という事実を、明らかにしたものです。で吉岡先生自身は表の会議で非常に真面目にね、真摯に取り組んでいる姿が描かれているんですが、他方で今でも、ね、入門の理事長をやってらっしゃる近藤俊、俊介さんが実は裏会議をしていて、で当時のね、資料を突きつけられてもう言葉にならないような状態に、であったと。彼は非常に縦板に水の方なんですけれども、大変動揺している姿が映し出されていて、あの報道は素晴らしいものでしたが、まあ、そういった報道がですねあったとしてもですね、深夜枠っていうのが今の現状で、また最優秀取ったということで再放送するのもまた深夜枠なんですね、うん、なので、まあ、ほとんど知られないままですね、内容が過ぎ去ってしまうというのは大変問題なことであります。と同時にですね、今もあの構造がですね、あって、表の議論と裏の議論というのはおそらくあってですね、表で出てくる、エネルギー政策の議論が実はもうあらかじめね、もう決まってしまっていると。で、市議会自体が、まあ、なんかお座敷のような状態になっているということもありますし、また福島の今の現状も大変深刻なものが残っているんですけれども、残っていく継続中なんですけれども、それ自体がね報道されていかないという現状があって、まあ、その中で金平さん何度も、取り上げてくださっているので、私も本当に見るたびに学んでいるというのが現状です。ということで、私の方ではジャーナリズム大変がもうだんだん、大事な、役割になっている、ところだと思いますので、その課題についてですね、今現状と課題について金平さんに、この後にお話しいただくということにしたいというふうに思います。はい、で、金平さんのお話はだいたい14時15分をめどにしますけれども、まあ、多少は伸びても、はい、構いませんのでお話しいただければと思います。はい、ではまず講演で金平さんにお話しいただいて、その後問題提起でマスクをさん、吉田さんと続いていただきます。よろしくお願いします。はい、こういう場にお招きいただくっていうのは、私いつもそっち側に座ってる人間なんで、
なんていうか、こそばゆいというか、私は人を取材してそれをこう、繋いでこう市民に伝えていくっていうのが自分の役割だっていう基本は変わりないんで、まあ、皆さんに何かをこう伝えるという側に行くっていうのは、まあ、正直言うと苦手ですね。あんまりやりたくないっていう話で、で、それは何でかっていうと、その人がどのぐらい取材してるかとか、どのぐらいの知識を得てるかとか、どのぐらいそこから知見を得てるかみたいなことがバレバレになっちゃうみたいなのがあって、でそれはある種、その舞台になんか乗せられてるみたいなで、僕はあんま舞台とか乗るのが好きじゃなくて、やっぱり見てる方が楽だみたいなのがあるんでね、でそういうところに甘えてたんですけど、そういうことを言ってられるようなもう状況じゃなくなったなっていう、私はテレビの報道ばっかりも半世紀ぐらいやってきてますんで、47年目ですから、48年目ですね、で、今日じゃあアナリズムと原発事故なんていう話になると、もう一日あっても足りない話になっちゃうんだね。で自分が虚心坦懐に今まで、なんで原子力っていうテーマに関わってきたのかみたいなことを、ある種の見方から切り取ってみようっていうんで、そのキーワードっていうのは公共パブリックっていう概念ですね。公共っていうものが、まあ、僕は炉心溶融事故があったんで、公共の溶融っていうところから切り取ってみて考えてみようというようなことで用意してきたんですが、時間がねもう限られてるので、あんまりこう細かいことやりませんね。これなんだ、こう私の自己紹介ですけどね、これもう時間がないんでやめますね。私がこれまで影響を受けてきた人をざっと入れといたんですけど、これ時間ないからやめますね。特に私が原子力っていうことでテーマで影響を受けた人がこの人たちですね。これ、右側に、左側にいるのが高木仁三郎っていう人 で、もう一人は常石圭一っていう人ですね。これは神奈川大学とそれから在野の学者ですけども、で私は1977年に TBS っていう会社に入ったんですが、そこでまあ今でいう社会部の記者だな、そこから始まったん で、その時になぜか私を見て、その会社の先輩がですね、お前原爆に興味あるかみたいなことを言われたんですよ。でそれ何かっていうと、当時原水金運動っていうのが分裂していて、それをこうなんとか統一大会にできないかなっていう動きがあったんですね。で世の中もその原水金運動っていうのですごく動きがあった年だったんですよ、1977年って。で なんで原水金と原水鏡っていうのが2つその原水爆禁止運動の中であるかっていうと、まあ、分裂してて、一方が社会統計で一方がその、共産統計っていうふうに言われてたんですが、大きくこの2つに分かれた理由っていうのは、私当時先輩たちから教えられたのは、そのいやそのまず原発っていうものについての考え方っていうのはまず違うんだと、共産統計と社会統計では違うんだみたいなことを言われたのと、核兵器にはまあ良い核兵器と悪い核兵器というのがあってですね、当時社会主義圏が持ってる核というのはまあ陰だって、まあ、ソ連とか中国ですよね。で、自由主義圏が持ってる核というのはまあ悪なんだみたいな、まあ、非常に大雑把な言い方をすると、そんなような見方でものすごく仲悪かったんですよ、原水金原水鏡というのは。ね、でその時に一番現場で喫緊な話になってたのは、原子力の平和利用っていうことについての考え方だったんですよ。で特に原発をどう評価するかみたいなことについて言うと、当時の原子力の人たちは怒るかもしれないけど、核の平和利用っていうことについて言うと、原発は善というふうに、今共産党そんなこと言ってないですけどね、当時言ってたんですよ。でそこですごく仲が悪くてですね、で僕は新入社員だったので、よくそこの両方このすぐ近くにある神田司長かな、どこだったかな、原水金の事務所があったんですよ。でこれが秋元ビルっていうところの2階かなんかにあって、ちっちゃいビルでね、そこを僕しょっちゅう通ってて、行ったところが、そこにいた坂本さんっていう人とか
るいはこういろんな人たちからこう、まあ、新入社員だったんでいろんなことを教えられてたんですが、そこの一つ上にね、原石の事務所の上に物置があったんですよ。で物置って言っても そこに置いてあったのはその資料とかね、それからビラとかそれから本とかガーッと置いてあって、そこにですね、なんか見慣れないおっさんが2人机並べてあのコツ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 やってたんです。そこが原子力資料情報室なんですよ。でこれ立ち上げたばっかりでね、在野 で場所がないから、要するに原水金の物置に曲がりして、研究をしてたっていうか、でその時にいたのはあの中里秀明さんっていう人ですね、七つ森書館とかを立ち上げて亡くなられましたですけど、で高木さんがいて2人でやってましたね。資料ばっかり読んでました。で僕はその原なんで原水金っていうのは原水業と仲悪いんだみたいなことを一生懸命取材してる時に君ねって言って、あの原子力 原爆も原発も一時の違いだけど実は原理が同じであって、その平和利用と軍事利用っていうのはこれ今でいうデュアルですよね、デュアルユースであってこれ本質的には同じものだみたいなことをとくとくとこうずっと言われていて、で僕はあのこの人はどういう人なんだろうみたいな感じで、まあはっきり言うと人格的になんか魅力を感じて惹かれてったんですね、高木さんという人にね。でもう一人 こちらの画面にいる、右側の人は、常石圭一先生って言ってる。でこの人は僕はあの本当に家族ぐるみで亡くなるまで、去年亡くなられたんですが、ずっとあの家族ぐるみでお世話になってて、この人は、実は日本の長山一部隊っていう日本軍の中にあったですね、まあこれ医学者が、満州のピンファンっていうところ、国立交渉のピンファンっていうところに、まあ防疫給水部という名のもとで、まあ、医学研究という名のもとで軍事的な、まあ、生態実験とかですね、あるいは細菌戦みたいなものの研究をやっていたっていう、とんでもない、まあ今で言えばもうその研究者の風上にも置けないようなことを、まあ、軍事という目的のもとでやってた人たちですよ。でその研究というのは私すごく興味を持ってて、それはなぜかというと TBS が実は最初に放送局の中でそのことをやったっていうのがあって、私のその頃憧れてた先輩で吉永春子っていたんですよ。でこの人がまあ731部隊の研究っていうのをこうずっとやってて、僕もまあそういう人間に憧れてたんで、なんとかできないかなって言って自分なりに一生懸命やってて、その常石先生っていうのは当時まだ長崎大学にいましたね。でそこに飛び込んでっていろんなことを教えて、であの教えてもらって、僕もだから何かきっかけがないんだろうかなと思ったら、当時その悪魔の飽食っていう森村誠一なんかがやってたのがあって、まあ、あの読み物としてはとても面白かったんですけど、まあ常石さんが言うにはこれはあの読み物としては面白いけれども、その資料としての、まあ、歴史考証みたいなことについて言うと厳密性を欠いてるところがあるよみたいな話をしてて、僕もその時にアメリカの国立公文書館というところに、まあ、リサーチャーと一緒に行っていくつかのことをこう研究したみたいなので伸び込んでったんですね。で面白かったんですよ。これはあのサンダースリポートっていうのとトンプソンリポートっていうアメリカの2つの文章があって、それを元にして、まあ、森村誠一とか、あと当時誰だったかな、日本共産党の人が誰かいましたね、あの辺りの記者と、下里さんだったかな、あのそういう人たちので、僕は向こう行って、あの実は新しいアメリカの軍事リポートっていうんですかね、これはあの炭疽菌とかアンスラックスですね、そういうものを使って人体実験してたっていう、すごく詳細なレポートっていうのを見つけてきて、それは僕資料的価値は分からなかったんで、当時慶応大学にいた田中さんっていう人のところを持ち込んだんですね。だからこれは大変な話だっていうんで、ヒールリポートって今その世界では言われてますけど、それは最初に見つけてきたりして、でずっと長崎一部隊っていうのは自分の中のテーマになって、現地に1981年ぐらいだったかな、ピンファンに行きました、カメラ抱えてね、記者と一緒に行った。その当時は記念資料館も何もできてなくて、あの
あの丸裸のこうその焼却炉とかそれからその地下みたいなところに行くとその注射器が転がってたりっていうまだ未整理の状態の時期だったですね、そういう形で、7歳児部隊っていうその時に、医学科学とその人間 の, その研究していく場合の倫理みたいなものっていうんですかね、そういうことはやっぱりそのこういう問題を扱う時のテーマになるだろうなっていうんで自分の中でものすごく実はのめり込んでって話ですんで、常井先生っていうのは実は科学史の研究者でもあったから、神奈川大学に長崎から移られて中山茂さんなんかと一緒に、まあ、科学史の研究をしていた。でその中で、核開発の問題、まあ、核ですね、湯川さんとか竹谷光雄の研究みたいなことを、それからナチスドイツの、まあ、医学の研究みたいなことを、活発に研究発表されてて、僕もそれを追っかけてたんですね。でそれよくて特にナチスドイツの優生学って面白かったですね。今でも覚えてますけど、これ顔面核の研究ってなんですよ。そのあらゆる生物っていうのはこう、劣等種から優等種にこう進化していく過程で顔面の核のがだんだん広がっていくっていう、これは最初は魚なんですけど、ね、魚からだんだんこうやっていって一番最後に、顔面の核度が一番広いのはアーリア人なんですよ。でそのちょっと直前ぐらいに黒人がいたりしてね、でこうつまり顔面の角度によって人間の進化が分かるみたいなことを真面目に研究してるんですよ。でこれ僕その神奈川大学の当時のその科学史の研究者のグループの話を聞いて面白いなと思って、僕はそういう研究に惹かれてったみたいなところがあって、原子力っていうのはそういう中で言うと自分の中ではとても面白いテーマになるっていう、ずっと今に至るまで、だからその時の始まりっていうのが原子力っていうものに関わったきっかけだったんですね、で今日公共という概念が溶融してっていうことをこう、そういう角度から皆さんにお話したいと思ったのは、今実はあらゆる分野において公共っていうパブリックですよね、パブリックっていう概念が溶け出しちゃって、でそこにこう私的な利益とか、まあ、要するに儲けですね、そういう概念っていうのがこうどんどん侵食していってるっていう感じが、まあ、図式的に言うと利己っていうものが利他に勝るみたいなね、あるいはその公務員っていう言葉っていうのは、まあ、僕らは公務員っていうのは憲法で規定されてる通り全体の奉仕者であって、それは公務員っていうのは利他のために動くっていう、みんなのために働くっていうのは公務員だと思ってたら、だんだん公務員もそうじゃなくなってきちゃうんですね、僕らは英語で言うとパブリックサーバントっていうのが、公務員っていうものの直接的な、これ日本語で言うと公僕っていうのに近いのかな、公のために働くっていうのは公務員でしょっていうのがだん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 変わってって、サラリーマンと変わんないみたいな、その辺にいる僕らと同じような、でこれは単なるガバメントエンプロイーですよね、単にこうお上に雇われてるだけであって私企業に雇われてるのと何も変わんないよみたいな、生き方も同じで何が悪いのみたいな形になっちゃってるっていうのを最近目の当たりにしてってね、それが言葉だけで言うとその民間活力の導入とか民営化みたいなことがまるでいいことであるかのようにして、その社会的な共通資本っていうのがどん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 貧しくなっていってるって、これは僕らは今実感してることじゃないですか。この社会的共通資本というのは、じゃあウザー構文という実は経済学者が最初に言い出した、つまりみんなのためにこれ侵食してはいけない、公的な領域っていうのは、例えば医療とかね、教育とか福祉とかっていう部分っていうのはみんなのためのものであって、特定の個人のために儲けの分野になってはいけないんだっていう領域っていうのはあるっていう、これとても分かりやすい僕らの共通理解としてあったと思うんですが、今それがものすごい勢いで崩壊してってるなっていうような思いがあるから申し上げてるんですね。で原発っていうのも、まあ、原子力発電ですよね、原子力発電っていうのももともと電力っていう社会的な共通資本を、供給するためのまあ、一つの方法ではあったんでしょう、おそらく。だけどもまたその生産力の基盤であるってことも間違いなかったでしょう、日本の高度経済成長を支えたのはもちろん、原発の開発っていうものと、まあ、相続していった部分が、あったように思いますね、これちょっと後ろの方に
書いたあるんですけどね。僕子供の頃、これ手塚治虫の絶版と思うんですよ。これは僕らの中で言うと子供の頃はスターだったんですよ。これ弟、妹ウランちゃんって言うんですよ。アトムとウランちゃんっていうのが実は僕らの中で言うとこう、まあ、ある種ヒーローとヒロインであった時代っていうのは、でこれは手塚治虫ですらそうだったんですよ。手塚治虫ですら。でその一方でこれゴジラですよ。これゴジラマイナス1点そうですけど、ゴジラの、出自っていうのは水爆実験ですよ。アメリカの水爆実験で突然火で生まれたそのゴジラっていうのは、まあこれアンチヒーローですけどね。でそういうのが大暴れしたっていう。ゴジラは、まあ、マイナス 1.0 とは全然違って、ゴジラの最初の作品っていうのはすごかったですよ。僕はあれが今までいろんなところで公開されてるゴジラの最高作品だと思ってますけど、あれはやっぱりある種の水爆に対する抗議というかね、そういう思いっていうのがあったんですけれども、今全然違いますね、そういうものとはね。でそういうところから、原発はもともと社会的共通資本に資するために、電力っていうのを供給するために出てきた一つの方法に過ぎなかったんだけど、今現在は社会的共通資本を維持することと相反する存在になってるっていうのは、これかなりの部分の人がそうこういう理解に今なってるんだと思うんですよ。それはやっぱり福島の事故っていうのを経験してきて、その前にチェルノブイリがあったし、その前にスリーマイルっていう、ものがあって、その前に日本人の場合は第五福竜丸事件とかね、そういうものがあって、僕らの中では、もし原子力、特に原発というものの存在は社会的共通資本の維持と相反する存在だっていう存在になったっていう理解が、僕はかなりの部分の人がこういう理解だっていうふうに思ってるんですね。ところがなんかそうじゃないような、まるでそれがなかったかのような動きっていうのが今戻ってきてるっていうふうには、これはね、ちょっとこれはやめましょう、ね、時間ないからやめましょう。最近公共の要求ということであまりにも分かりやすい例がいっぱいあったんで、今能登半島の被災者が放置されてるなんて、一番公共が要求してるっていう意味で言うと一番ひどいことだと思うんですよ。だって1月1日に起きた地震の被災地で未だに水道が出ないんですよ。がまだ電気が通ってないって、それなんでほっとくんですかそれ。こんなことが先進国とかが自分たちを名乗っていて、そんなことがまかり通ってるってこと自体が信じられないです。おとぎ話みたいな世界だけど平気じゃないですか僕らって。これ本当おかしいし、最近の話で言えば環境省の役人がその水俣病の患者団体の声を聞くのを3分間で自動的にオフにする、環境省のエリート役人と言いましたけど、あの人たちの頭の中にその公っていう概念というのは一体どこ行っちゃったんだろうなっていうぐらいに腹が立つ話だったですよ。ましてや環境省でしょ。環境省っていうのは環境庁っていうに あれができた理由っていうのは、水俣病 の患者たちを救い出そうっていう、ようやく重い腰を上げたっていう象徴的な経緯で生まれた話じゃないですか。これひどいと僕は思いますけど、まあ、もっともっと言うと下に何かいろいろ書きましたけども、青らしいからやめますね。神宮外苑の再開発とかプロジェクションマッピングっていう東京都の都庁 の建物で使って、あれ48億円費やしてるんですけど、これね、公っていう概念とかそういうものと全く相反するような動きだと思うから、その公共概念の要有の例として挙げていたんですけども、この原発っていうことに関連したことで皆さんちょっと今日お話したいと思ったことが、まず司法っていう分野における公共概念の要有っていうことですね。これは、僕らの仲間っていうか、僕は最近目にした中でいうととっても僕は感心したっていうかすごいなと思ったのは、これ後藤秀則さんっていう人が研究した、東京電力の変説っていう本ですよ。これの一番簡単なバージョンはこれなんか地平っていう、一昨日出たばっかりの月刊誌かな、これに彼が書いてたんで
ぜひ皆さんこれお呼びになったらいいと思うんですけど、司法っていうおその公共っていうことでいうと一番大切な、司法っていうのは法を司る部分ですから、そこが公共心を失っちゃったらもうどうしようもない、誰も信頼できないみたいな話になるでしょ。そこのまあこれ一番象徴的な例を彼は研究してるんですが、取材したんですよ。2022年の6月17日に、最高裁がですね、福島第一原発の国家賠償請求を提起した訴訟っていうのがあるんですが、これなりわい訴訟とかいろいろなところの全国で起こされた訴訟について一括で判断を下したんですが、最高裁の第二小法廷が、国家に福島第一原発の国家賠償責任はないっていう判断を下したんですよ。でこれはね、とっても下級審高裁の段階では実は認めてる判決もあったりして、これどうなるかってとても注目されてたんですが、こういう判決を出したっていうのは、まあ、とても実は、まあ、ある意味で言うと衝撃的、歴史に残る判決ですね、ネガティブな意味で、で彼は何やったかっていうと、その最高裁の第二小法廷のこの判決文を書いた判事っていうのはどういう人間で、どういう経歴をたどっていて、どんな人間かっていうのをつぶさに、まあ、取材したわけですよ。で僕これね、もうよくやったなと思うんだけど、ここにいるのがその、最高裁の、第二小法廷の草野っていう、判事なんですけどね、これは多数意見、これ実はさっき先に申し上げますが、3対1で少数意見っていうのは、これ国家賠償を認めるべきだっていう、国家に賠償責任を認めるべきだっていう少数意見、反対意見が1人出て、あとの3人は多数意見で、短いんですよ、すごい短いんですけど、でその多数派の意見を構成している中の一人が草野光一裁判長っていうんですか、判事なんですけど、彼がどういう経歴かっていうと、まあまあつまりか後藤さんの一番のこの功績っていうのは、この判事がその西村朝日法律事務所っていうその巨大ローファームっていうのがあって、今実は弁護士の世界っていうのが、まあ一つの事務所に所属して500人ぐらいの弁護士がこう名前を連ねている巨大法律、まあ何て言ったら巨大ローファームっていう言い方をするんですが、これ5つあるんですよ、500人以上いるところっていうのは。でそこの、まあ、最大手の一つの西村朝日法律事務所出身 でなおかつそこで、まあ、ハーバードに行ったりして、それから、そこの弁護士を ずっとやってて、それで推薦されて判事になったんですけども、でその人間が、まあ、こういう判断を下すんですけど、その西村朝日っていうところに、まあ、実は東電側の、まあ、要するに代理人になってるっていうのがあってですね、でこれって僕らが考えると、まあ利益相反というか、つまり片方では東電をやっていて、片方では実は判断をする最高裁っていう、まあ、つまり判決を書くっていう一番公正が、公正さが要求されるようなところなんですけれども、その所属していた出身 のローファームっていうのが実は東電の代理人をやっていて、しかもその彼の人間関係っていうのをたどっていくとですね、その前前任者 その彼の前にいた千葉克美っていうこの最高裁の判事っていうんですが、この人間がやったこと、これ千葉克美っていうんですが、この判事がやったことっていうのがですね、判事を退職するわけですね、判事を退職した後に西村朝日の顧問になったんですよ。で顧問になって、そこから何やったかっていうと、意見書っていうのを、東電側の立場に立った意見書っていうのを元最高裁判事千葉克美っていう形でそこに出すわけですよ、東電側から。そうするとその後輩であったり、あるいは同じ弁護士事務所に所属してたっていう形で言うとですね、有形無形のまあある種の力っていうか影響力を行使したっていうふうに外から見られてもしょうがないじゃないですか。昔からよく言う理科に冠を正すところじゃないですよ。これはもう本当に実は
同じ大きな意味で言うとですよ、巨大ローファームの中のこう権益っていうところにまあ、足を置いてですね、公正であるべき判事っていうのはその一方の側にこう加担するようなそういう動き方をしているみたいなことを、まあ、彼はこういうことで暴いてる。これ一例ですけど、実は彼の地元ってこれ全部書いてあるんですけど、これぜひお読みになったらいいと思いますけど、ひどいです。こんなその公正さが要求されるべき、最高裁の判事っていうのが、東電側の代理人をやってるところに顧問として天下りして、でまあ最高裁の判事って実は身分保障ってすごくてね、給与とか住宅とかそういうのってのは ものすごくあるんですけど、その後でも今彼は千葉克実っていうのは77歳かな、もういい加減にしろよと思いますよ。でこの後に及んで一体何を一体彼を求めてるんだと思うんですけども、最高裁の判事っていうのはまあはっきり言うとですよ、最終職先としてはまあ一番おいしいところなんですね。で僕ね、そういうものが透けて見えるような なんちゅったらいいんだろうな、公の概念とは全くこう利他ではない利己に走るその判事っていう最高裁判事の身の振る舞い方っていうのを見てるとね、僕情けなくなってくるというかね、こういうことを彼はきちんと、まあ、取材をして成果をきちんと提出してるっていうのもあるんですけど、これ僕は彼ら千葉とかそれから草野っていう、まあ、草野さんという人は実は今、東電刑事裁判というものに、まあ、判事でもあるからで、弁護団の方は草野っていう人を身を引いてくれないかと、こんなことをこんな人間に公正な判断ができるわけないじゃないかっていう形で、忌避っていうか、まあ、回避をしてくれっていうことを申し立ててるっていう現実があるんですね。でこういうことってすごく大事なことです。なんでかっていうとね、今年のピューリッツァー賞、アメリカのピューリッツァー賞っていうジャーナリズムの最高の賞があるでしょ。でそこの受賞作の一つは連邦最高裁判事の一人が、ある企業から旅行の便宜供与を受けていたってことを暴いた調査報道っていうのは、このことを調査報道したっていうのが実はピューリッツァー賞の調査報道の受賞対象になった受賞作品になってるんですよ。アメリカっていうのは果敢にそういうことをやるわけで、最高裁連邦裁、最高裁の判事って終身雇用ですよ。でもそういうことをやるんです。ところが日本においては最高裁の判事ってね、ある種取材することがタブーみたいな、絶対公の部分の一番正しい判断をするんだみたいな、ある種の権威をこう背負ってる、でそこに対してどんな生き方をしてるかみたいな、まあ、彼みたいなことをやるっていう報道、珍しいことですよね。それが、まあ、原発報道っていうフィルターを通してみると、こんな判決を出した判事ってこんな生き方をしてきたんだみたいなことをこう出したっていうのは素晴らしいと思うんですね。こういうことをやる人間が出てきたと僕は本当に評価すべきだなっていうふうに思ってるんですね。まあ巨大ローファームがなんでその最高裁と癒着しやすいかっていうと、さっき言ったように、判事の最終職先として最もリッチな場であるっていうのは、情けないあられもない現実があるっていうことを申し上げたかったんで、ここにもう一人、もう二方の写真書いてあります。この人たちは実はそうじゃない判事の代表ということで、原発を止めた 裁判官ということで本になったりしてて、今こういう私たちが今日私を招かれてもこういうところではよく登場されるんじゃないですか。もしかしてそうじゃないですか。名前はよく、あ、そうですか、ごめんなさい。樋口裁判官と井戸裁判官って元ですよ。で今弁護士さんお二人ともやってますけど、この人たちは福井地裁と金沢地裁でそれぞれ、大井原発訴訟の運転差し止め、それから志賀原発の運転差し止めの判決を地裁段階で出した裁判官です。この人たちは淡々と資料を読む限り、これは稼働の差し止めを、運転の差し止めを命令せざるを得ないっていうふうな判断を下して、まあ、この
人たちは今、まあ、ある種 その住民側の立場に立った訴訟の代理人になってたりして、井戸さんの場合は例えば、甲状腺子ども甲状腺、訴訟っていうところの、原告団長になってたりするような方ですけどね、個人的には存じ上げてますけど、とってもまともですよね。つまり何でかっていうと、そのリタっていうところがすごく、さっき言った個人のこうある種の欲得に走るタイプとは対極にいる人ですよ。申し訳ないけど、これはすごいと思いますね。僕はそういう人を見ると、あ、こういう人がまだ、司法の中には残ってたんだっていうか、もうお辞めになりましたけど2人ともね、実は最高裁の判事がああいうことをやってるとですね、そういうものっていうのがだんだん下級者の裁判官みたいなものも、裁判官も人間ですから、人の子ですから、どこで仕事をするかとか、どこに任期を得るかみたいなことで言うと、家族のこと考えたりして飛ばされたくないなとか、一般企業と同じようなことを考えるわけですよ。で、そういうのをずっと上を見ながらやって、そこを仕切ってるのは最高裁の事務総局っていうところですけれども、僕はよく目にした下級審の裁判官で、これひどいなと思った例っていうのがいくつもあったので、これは僕いくつかを挙げておくと、その那覇地裁っていうところでね、これ辺野古訴訟、辺野古の近くに住んでる米軍の建設現場の近くに住んでる住民たちが、国による認可取り消し訴訟っていうのをこう、起こそうとしたら、その原告適格が跳ねられたみたいな。で、そこの広告訴訟っていうのやるんですが、その広告審の中で那覇地裁の、ここにちょっと書いておきましたけど、福渡弘樹裁判、広隆裁判長って言うんです。今もう那覇地裁じゃないですね、どっか別のとこ行ったんですが、彼がその原告側の意見書みたいなものをね、提出しなさいっていうんで出したところが、その、こういう埋め立て工事をするのは国家犯罪であるみたいなことをこう書いた、犯罪っていう言葉は使ってほしくないみたいなことを、こういうことであれば一見真実がちょっと差し控えていただきたいみたいなことを言ってきたりして、で、僕その原告の意見書の言葉遣いに対してそういうことを言って、これだって裁判官の事前検閲じゃないですか。で、憲法やないそもそも。ところがそういうことをやって平気な裁判官で、この人間はその実は原告適格はないっていうんで、認められなかった。それがこの間実は、福岡高裁の那覇支部で、いや原告適格はあるでしょうっていう差し戻しになったんですよ、うん、それこの間5月15日沖縄で取材してたんですけども、なんだろう、珍しいんですけどね、那覇地裁、福岡高裁那覇地支部だって言ったら、もう今までひどい判決ばっかり出たんですよ。大体一審で勝っても大体高裁でひっくり返るみたいなのが多かったんですが、その時ね、僕も法廷入ってたんですけど、一斉に拍手が起きた。原告的格が認められたなんていう入り口の段階で勝っただけでこんなに拍手が起きるみたいな、よほどひどい判決があったんだけども、その前の段階の意見書提出のところから、裁判官がそんなになっちゃってるんですよ今。そうするとね、さっき言ったようなその裁判官に課せられてる、裁判官が持っておるべきこう公共っていう概念って一体何なんだ、公っていう概念は彼らどう思ってるんだみたいなことをもう疑問に思わざるを得なくなったみたいなことって僕は実は感じたんでね、それを申し上げておきたいなと思ったんですね。もう一つ実は最近取材した中で言うと、大柄加工機事件というのは、これは、横浜の、噴霧器をこう、開発しているメーカーがあって、中小企業、中企業だな、これが、中国とか韓国にその噴霧器を輸出しているっていうのが、これがその生物化学兵器に転用可能であるっていうことを難癖つけられて、その警視庁公安部が摘発するんですよ。で、3人その会社の社長以下3人を逮捕するんですけど、これが、実はその噴霧器が軍事転用なんかできないっていうことが分かって、でその、慌てて検察が起訴取り下げるんですよ、初公判の直前に。ところがその本人たちはその
基礎事実を認めなかったものですから逮捕容疑を認めなかったものだから外出られないわけです。ずっと交流を重ねて、でずっと弁護士たちは保釈請求を何度も出してるんですけど、裁判官たちも全然逃亡の恐れがあるとか証拠隠滅の恐れがあるってずっと、7ヶ月ぐらい交流されてたうちの一人が癌で死ぬんですよ、交流中に。その後に起訴が取り下げになるんですよ。つまりでっち上げだってことを見ないままに、その知らない間にその3人のうちの一人死ぬんですけどね、ひどいですよ。でその時に一体その裁判官、保釈請求が何度も何度も出て、これ病気やから治したいんでこう外出してくれたのを、証拠隠滅の恐れがある、逃亡の恐れあるわけないじゃないですか、その病気で弱ってるのに。ところがそういうのをこう、なんだろう、まあ、彼らが言ってたけどベルトコンベヤー式にこう却下するんだと、警察が上げてき、警察の反対意見に出るわけで、そういうこう裁判官考えないで、あ、これダメな、ダメなみたいな感じ。裁判官一体何なんだと思います。そのぐらい今実は司法っていう場での裁判官たちの公っていう概念が、公共という概念が容有しているっていう例を最近見てて、ここは本当にこれ司法が行政の追認機関になってしまって、司法の独立性っていうのは保持されていないような現状になっちゃってるっていうのは、僕は今司法の世界に、ね、原発との原発との関連でですね最近見てきたので思ってることですね。もう一つ、その行政ですね、行政府ですよ。行政府における、まあ、公共概念なんて言ったらもうこれもともと期待する方がおかしいみたいにニヒルに考えてる方いらっしゃるかもしれないですけど、行政こそ本当はみんなのため、自分のためじゃなくて、利他のためにあるっていうのが行政の基本なわけで、さっき言ったパブリックサーバントっていう意味で言うと、それを一番体現してなきゃいけないのが行政でしょ。ところが違うんですね。原発だけについて言えば、その昔からよく言われる原子力村って言われてる三管学法っていう、その5つの五角形、まあ、原子力ペンタゴンなんて言い方をされてますけども、そこが今も存続しているみたいな現実っていうのがあってですね、これは後から皆さんの方から報告があって聞いてますけど、この間明らかになったエネルギー基本計画なんかを見ると、もうとにかく原発を最大限活用するっていうことを前提として、そこから食って出てくるみたいな構成になっててね、だから2030年の原発の、依存度ですね、20から22% っていうような程度ってもう決めちゃって、まずこっから始まっちゃってるみたいな、情けない話なんですけど、ここちょこっと書いておいたのは、これ日経の前打ち記事ですよ。日本経済新聞が、発表される前に前打ちしたことが書いてあって、でこれね、経済産業省は2024年度中にまとめる次期エネルギー基本計画で脱炭素社会の実現を急ぐっていう、脱炭素社会の実現を急ぐから原発は最大限に活用しましょうっていう論理になってるんですよ。これね、僕ね、後から、まあ、この根底にあるのは、僕は長いこうスパンで見たときには、僕は20世紀型の成長っていう神話と、それから、まあ、ある意味の自分たちの間違いをどうしたって認めようとしない無謬神話っていうものに未だにしがみついてる原子力村の構造っていうのが僕はあるんだというふうに思いますけれども、これ資源エネルギー庁が発表したその、原子力発電所の現状みたいなものと、これ再稼働がどうで、設置変更可能がどうで云々みたいなところがあった上でですね、これ2030年に向けた原子力の、考え方みたいなことが書いてあるんですけどね、これもうまあ後で皆さんの方からきっとあると思いますけど、これ腹が立ってね、これ最後に書いたんですけど、こう環境なんですよ、環境を言い訳にしてるんですよ。もうとにかく地球温暖化、脱炭素社会の実現っていうものが、まあ、大義になってるんで、原子力っていうのは運転時に CO2 を排出しないっていうのを、これ堂々と最後に、まあ、まとめみたいなところでどうだみたいな感じで、これを言ったらお前ら何も言えねえだろうみたいな感じでこう書かれてるみたいなね、僕この、まあ、何なんだ、論理の組み立て方っていうか、ロジックの組み立て方自体が、まあ僕はさっき言った公共概念の要因っていう意味で言うと、一番そういうものが端的に表れてる
思うもんだなというふうに思っていて、もうその安全最優先での再稼働推進に向けた今後の、あの政策取り組み強化みたいな、これ最後の方に研修君でも書いたんですけどね、再稼働加速タスクフォースの立ち上げとかね、この本当にしかも防災体制の拡充でこれ避難計画の策定、普段の改善みたいな何もやってないじゃないですか。原子力規制委員会とか見直さないって言ってるんですから、これ私たちも仕事じゃないですからみたいなことを言ってて、これ僕ね、さっき言ったように公っていう概念考えたら、一体これ原子力規制委員会の委員長とかその規制委員会ってこれ私たちの仕事じゃないですからみたいなことを本当に言えるのかっていうのは僕は彼らに考えてほしいですけどね。聞く耳持たないんです。あの記者会見とか行ってこう手を挙げてこうそういうこと言ったって、いや我々はあの最も厳しい安全基準に従ってこの、再稼働申請が 適正かどうかを審査するのは私たちの役割ですからみたいなことを司会は言わないんです。これね、僕ね本当にひどいなっていうふうに、まあこれあの資源エネルギー庁 のこれ、資料は皆さんいつでも見られると思うんで、見ると腹が立ってきますけどね、あの、まあ、見られた方がいいと思いますよ。これひどいひどい本当に、時間が大丈夫かな、公共概念の余裕っていう、これ実はね北陸電力っていうのは志賀原発、今度また行ってくるんですけども、志賀原発の、原子力安全信頼会議っていうのが北陸電力の中にあるんですよ。でこれはまあ要は外部のまあ、有識者みたいな、あるいはその、専門家ではないけれども、そういう人たちも入れて、定期的にやってるのがあるんですよ。というあの事故が起きてから今年になって初めてやったのが2024年の5月14日に北陸電力原子力安全信頼会議ってなんですけど、これここに出てるのがその厚生の委員長以下1234567人なんですけどね、原子力安全研究協会の理事とか、志賀町の副町長がいたりとかですね、弁護士がいたり、あるいは小松大学っていうところの理事長がいたり、これ彼らが何言ってるかみたいなこと、これ誰が何言ってるかっていうんじゃなくて、あの後ろの方に実はダーっていう概要みたいな形でまとめたんですよ。僕ねそれも実は読んでね、これね原子力安全信頼会議がこのレベルのことを言ってるのかみたいなことがあったんで、これね、この青いところだけちょっと言いますけど、主な意見、委員からの主な意見っていうのを書いてあるんですけど、これ、原子力防災の対応のための施設が能登半島地震による被災において、役立ったことを発信しても良いのではないかとかね、原子力防災のへの備えが一般災害への備えにもなっていたことは他の原子力発電所立地、立地に地域においても重要な意味があるとかね、なんかこれね、なんていうかこう聞いてるとこう何があのいけないんだみたいなことについての反省がものすごく足りなくてですね、こうその能登の復興のために北陸電力が何ができるかということを、もっとこうアピールした方がいいみたいなことを一生懸命 この人たちが言ってるんですね。そのあるいはその電力業界全体での動きが早く停電復旧支援等の取り組みが大変良かった、褒めちゃったりしてるんですよ。と思ってて、僕さっき言ったようにまだ水道出なかったり道路がまだあの壊れたままになってたり電気通ってないところがあるんですよ。これ電力会社の安全信頼会議は何褒めてるんですか、言ったこれ。まあまあ、あの、あんまりそういうことを起こっててもしょうがないですね。公共概念の要因っていうところでもう一つ別の原発との関連で言ったときに僕は思ったのは、あのアカデミズムですね、学問研究の世界での公共概念というのは、これはもうとても見えやすい話ですよ。あの、まあ一つ言うと、これ一番言っちゃいけないっていうふうに言われるかもしれないけど、お金です。全てが研究費のためだっていう。でその大学とかその研究高等研究所みたいなところが研究費がないと大体どうしようもないでしょっていうような形になってしまって、今その
大学は文科省の指導のもとに大学が独立行政法人化みたいな形になった時に、公共って概念がどん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 破壊されていって、研究費を取ってくる教授じゃないといてはいけないみたいなんですよ。ちょっと昔まで一般教養文学部とか廃止した方がいいとかっていう議論、みんな真顔で言ってたんですよ。これね、僕ね、恥ずかしいっていうか、つまり基礎研究みたいなものがダメになったところってどんなにダメになっていくかっていうのは、これ少しでも学問の素養のある人だと分かる話なんですけど、基礎はいらない、応用だけでいいなんてできるわけないじゃないですか。でところが彼らは真顔でそういうことを考えてて、ですぐに儲かるところに、研究費を注ごうみたいな貧しい考え方ですよ。だからそれが一番公共っていう概念が共有していることの一番のそのアカデミズムにおける基本だと思いますけれども、学術会議で起きている話も実はそれと連動している話ですね。だから本当のことを言うと、ただ僕はアカデミズムっていうのはさっき高木仁三郎とかその常石圭一さんとかそのああいう学者と付き合ってきた時に僕は思うのは、学会間とか学会内での論争みたいなことをもっとちゃんとやるべきだと思いますね。で、なんだろう、そうそう、喧嘩しないですよね、まず大体。で、あなたたちのやってることは違うんじゃないかみたいなことを学会内とか、あるいは学会の間で、例えば日本原子力学会とかありますよね。で、ここなんかさすがに彼らも昔みたいな推進一本やりじゃやっていけないみたいな形で最近論調変わってきたんですよね。で、そういう時に原子力学会に対して他の関連している学会とかっていうところとの間でこれ論争起きないっていうのは本来から言うと学問の在り方として本当はおかしいでしょ。やらないんですよね。もう完全タコツボ化っていうか、まあ、これはこっちだからみたいな形で、学問ってだって横に際限なく広がってって越境するっていうのが普通の学問のあり方だっていうふうに僕は思ってるんですけど、これ横に書いておいたのは、これこの間朝日新聞に出てた山本義孝の核燃料サイクルっていう迷宮っていうものの書評が出たんですけど、書評だけで非常に面白いっていうかね、いかにその未だにこういう学問の中でのこう批判的思考みたいなものがなくなってしまってるかみたいなことについての、まあ、山本義孝って人はそこをきちっとまず基本としてずっと言い続けてるっていうことだけでも僕は実は信用してるんですけども、公共概念の要求の中で一番実は今喫緊の話で、これも僕の信頼しているジャーナリストで吉田千也さんっていう人がねやってる、これ僕ねこの福島イノベーションコースト構想っていうのはやっぱものすごい勢いで、その今さっきから言ったような公共っていう概念が要求したアカデミズムとジャーナリズムと、それから行政と、そういうものがこうまあなんだろうなアマルガムみたいに要求しちゃって一体化してこう進んでしまってる化け物みたいな構想ですね。でこれが、これ以上進むともう軍事の方にどんどん行っちゃってるっていうか、もともとこれは経済安保っていうものが考え方の基本 としてあって、国家が主導してその軍事研究 に、行くような、まあこれ皆さんご存知だと思いますけど、軍事都市のハンフォードっていうね、ハンフォードを日本にも作ろうみたいなところが、まあ、ハンフォードに2013年に行ったその視察っていうものが、まあ、この、福島イノベーションコースト構想の元になってるって、これ吉田千也さん の研究成果っていうのは取材成果っていうのは皆さんよくご覧になったらいいと思うんですけど、僕は今現在進行形で起きてる中でいうと一番醜悪かつ醜いかつその公共概念の要求っていう意味でいうと、ここの研究者っていうのはしかもその学位っていうのが保障されてるんですね。で、これ だけどこれその学術研究ここでやった研究っていうのは経済安保っていう経済安保情報保護法の中の枠に入っちゃうから発表できないんだけれども、そこでも、学位については保障してあげようみたいな特別な措置が取られていたりとかね、
研究資金が半端じゃないですよ。すごい額 の、 あのつまり、研究費っていうのがここに注ぎ込まれてるって、これは吉田さんが詳細に、取材されてるんで、これぜひ皆さん参照されていただきたいと思うんですけど、このことやっぱりちゃんと僕はあの福島の地元の、メディアができないんであれば、東京とかそれから他のフリーランスの、今吉田さんは今フリーランスでやってるけど、そういうところが取り組むべき深刻な実例だというふうに思いますけどね。でね、これ復興ということを一応その、旗印にしてるけど、僕はあのこの考え方って本当にひどいと思うんだけど、これはあのナオミ・クラインが言ったそのショック・ドクトリンの一番典型的な例で、復興っていう言葉を出せば誰も反対できないだろうみたいな、復興っていうものを足がかりにして一番やってはいけないことをここをだから、軍事的、研究拠点にするみたいな、将来ですよ。だから経済安保っていう枠組みはここにも適用されていて、ここで秘密研究みたいなことがされるみたいなことになった時に、復興って何だったんですか一体。なんで福島にするんですか。それを一番僕はこれってあの公共概念の要求っていう意味で言うと許しがたいことが起きてるんだというふうに思いますけど、福島浜通りの住民のことを本当に考えてあんたたちはこれやってんですかって話ですよ。でも考えてみたら、あの歴史を振り返ってみると、そのショック・ドクトリンっていう考え方、ナオミ・クラインが言ったやり方っていうのはずっと歴史を振り返ってみたら、例えばアメリカはそのオッペンハイマーの、あの映画のオッペンハイマーのテーマとも重なるんだけど、原爆を落としましたよね日本にね、広島と長崎で。今戦争において核兵器使ったのはアメリカが日本において使った2発だけですよ、戦争において。その時に彼ら何しようとしたかっていうと、核開発、核開発、核競争においてイニシアチブを世界において握るために、日本の中の核アレルギーっていうのを取り除くためには、日本を平和利用を認める最先端にしようみたいなことをやったんですよ。これはアトムズ・フォー・ピースっていう1954年のアイゼンハワー演説にあの、代表される、まあ、戦後のアメリカの、核っていうものに対する考え方の基本です。それは今に至るまで一貫して変わってないというふうに僕は思いますけどね。だから第五福竜丸事件についてはアメリカ政府は特別の予算を費やして、保証して、でなおかつ日本において原子力の平和利用博覧会みたいなものについての、開催費用を全部アメリカ政府が出してですね、日本でそういうことを開催したみたいな、今やってることと同じじゃないですか。それその福島においてやってることと、これ本当に僕ひどいことだというふうに思うんで申し上げてるんですけれども、で最後これは身内のことですよ。マスメディアにおける公共概念の領域っていう、でマスメディアっていうのは僕らは一応建前として国民の知る権利に資するっていうことで、僕ら の、 あのマスメディアのジャーナリズムっていうのは成り立ってるというふうに僕は教えられてきましたよ。国民の知る権利に資するっていうのは僕らはの存在理由だっていうふうに言われてましたよ。でも本当どうなんですか今起きていることってのは、あの特に原発の報道について言うと、あるいは原子力の報道について言うと、やっぱり僕一過性だったり場当たり的だったりつまみ食いっていうか、その時だけは集中的に取材をするけど、その後継続的な取材をしないみたいなね。だからあの専門記者っていうのは残念ながらどん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 痩せ細っていってます、いますよ、ちゃんといるんですよ。あのもう名前の挙げられるような、人の日野康介とか片山陽子とか、あか七沢清とか、朝日新聞にもたくさんいますし、NHK にも一応科学部にいることになってるし、あの、福島なんだ福島の地元のテレビ福島の木田君とかね、もう本当にちゃんとやってる記者っているんですよ。まとまな記者いるんですよ、少数だけでいるんですよ。でだけどそれがあの大きな全体のマスメディアの中ではやっぱり少数者であって力にはなってないっていう現実っていうのは残念ながらあるっていうね。それから僕らの体質でよく言われる発表報道
まあ、さっきの水源エネルギー庁の、エネルギー基本計画っていうのもあれ事前レクがあって、それから発表があってっていう、それをこう、そのまま垂れ流すっていうか、批判的手法みたいなものを失ってしまっていて、そこからこう、調査報道みたいな形でこの問題点は何なんだろうかみたいなことを取材していくみたいな努力っていうのがなくなってしまってるっていうかね、残念ながらそういうようなことになっているっていう、ここに例えばスポンサーへの忖度とか個人と組織の問題とか、あるいはいわゆる御用記者の存在ですね。これは実はもう僕自身も日々それは体験してるし、攻撃を食らったりするし、それは風評加害論みたいな形で福島のことについて何らかのこう問題提起をすると風評加害だみたいな言い方をして、それを潰していくみたいな同業者がいたりしますね。本当ひどいです。これは本当ひどい。そういう人たちっていうのは、ある種アンスケアとかそういうところの言い分とか、あるいは IAEA の言い分をこう丸呑みにして、何の問題もないかのような、ある種そういうところの権威に寄りかかって物を言うっていう立ち位置の記者たちがいたりするっていう、これ現実としてあります。それから、大企業、組織メディアの中でも政治部、経済部、社会部、科学部っていうのはタコツボ化していて、その中の自分たちが所属しているところの見方でしか物を見られないみたいな、これもとっても良くない結果しか生んでいないなというふうに思いますね。それから、こうちょこっとだけ書いておきましたけど、メディアは間違うんですよね。で、間違った時にどういう形で訂正をしていくかとか検証報道をしていくかっていうのもすごく大事な態度だと思うんだけど、未だに間違わないみたいな、我々は絶対正しいんだみたいな、そういうところにしがみついてるって、これだからさっき言った行政とか司法なんかの態度とものすごくよく似てますよね。本当の意味で公っていう役割を忘れてるからこういうふうになってしまうんだというふうに僕は思うんですが、僕は今でも覚えてるのはやっぱ朝日新聞の吉田調書事件の処理の仕方、会社としての処分の仕方とかっていうのは僕は本当に間違っていたというふうに僕は思いますね。あれはだって今復刻版とか出てないんですか、あれ記事として消去しちゃったんですか。これ僕はね本当に僕はひどいなと思うんですけど、そういうことがありました。で最後の方ですね、これ僕今日は一番大事だなと思って申し上げておくんですけど、公共概念の余裕っていうものを、どうやって乗り越えていったらいいんだろうかみたいなことを、皆さんと一緒に考えたいなと思うんで申し上げるんですけどね、僕長い、この仕事をして長い時間をこう歳月費やしてきた時に、やっぱりなんでこういうテーマにやっぱりを投げ出してはいけないかとか、それから、これは絶対にこう続けていかなければいけないのかということを考えた時に、いつも考えるのはスタイルとか流儀っていうことを考えるんですね。これはすごく、どうしようもない言葉で言っちゃうと、生き方ですよ、生き方。僕らどうやって生きてた、それこそ君たちはどう生きるかじゃないけど、なんで僕らはこういうテーマを大事にしなきゃいけないんだろうかって考えた時の生き方みたいなのがやっぱり大事だなっていうふうに思ってて、それはジャーナリストであろうが行政の公務員であろうが学者であろうが、みんな変わらないと思うし、一市民であっても変わらないっていうふうに思っていて、やっぱり そこで考えなきゃいけないことっていうのはある時に、僕はいつもさっき言ったようにこのテーマで考える時にこれ持ってきましたけどね、これ本箱の奥にあったんで、高木甚三郎さんが亡くなる直前に出した本と、それからその前に出した市民科学者として生きるっていうのと、原発事故はなぜ繰り返すかみたいなね、これね今読むとやっぱりすごいなというふうに思ってて、昨日ちょっと読んでたのは、その原発事故はなぜ繰り返すかっていうところで、ここのね第4章っていうところ
今日僕が言ったのとすごい重なるのがあって嬉しくなったんですけど、個人の中に見る公のなさっていうのはこれはその、個人って言ったってパブリックな個人でしょっていう、その僕らって一人では生きていけないから、みんなで助け合いながら社会の中で、共にこう生きていくっていうのは僕らの基本的な生き方なので、パブリックな私って書いてあって、これ ここで書いてあったのは、JCO 事項は何で起きたかっていうことの検証をこうすごく細かくやってるんですけど、あれ一人一人の技術屋さんでいうと、そのこうハンダ付けのこれ技術のって言ってるんですよ。あそこで使ってたハンダ技術、これ文字だ、ごめんなさい、文字が事故を起こした時の事故の原因っていうのは、振動がずっと繰り返してる時にこう、だんだんずれてって、それで破断事故が起きちゃうんですけどね。これ一人の技術者がそのハンダ付けやる時っていうのは、こうやってこうすごい R を取るっていう言い方するんですって。つまり、一人一人が取る場合、そういうものを作っていく時にはやっぱり社会的な自分たちの経験則みたいなものがあって、その R を取るっていう技術っていうのは誰でもやるんですよ。そういう技術をやる。ところが巨大技術になった時っていうふうになると、そういうつまり R を取るなんて、いやもう原子力でこれって巨大なやつなんだから、お前は与えられたことだけ言われた通りやればいいんだみたいな力が働いて、そのそれぞれの人たちが本来持っていたような知恵とかそういうものが一切射消されちゃうみたいなことをずっと言っててね。技術ってのは本来実は社会的なものであるにもかかわらず、技術がこうある種の手段のもとにこう降り立ってしまって、社会性を失うみたいなことを書いてあるんですよ。これね、素晴らしいなと思ってて、これ読んでてね。でこういうものとか、あるいはこの市民科学者で言っている時に、高木さんだってもともと日本原子力事業っていうその原子力のところに就職したんですから、大学出てからね、物理をやってて、で物理屋として原子力のために生きていこうみたいな、やっぱり鉄腕アトムとか憧れたんだと思いますよ。でそれをこうずっとやってる時にやっぱり矛盾を感じて、そこで市民科学者っていう概念ですよね。だから市民であって学者であって両方なんだっていう、でその考え方の元になった経験みたいなものをこうずっと書いてあるんですけど、これで一番言われてたのは宮沢賢治ですよね。童話作家の、作家ので、これグスコーブドリの伝記とかね、ああいうつまり なんだろうな、この知識とかこの技術とかこの知見は誰のためのものなんだろうみたいなことをこう考える生き方っていうんですか。ここで出てくるのはあと宮沢賢治とか、三日間のことも出てきてたな、なんで自分たちはこの時にその科学者としてこういうものに声を上げなきゃいけないんだろうかみたいなことをこうずっと書いてるんですけど、僕はこれねやっぱすごいというふうに今読み直してみても、市民科学者っていうのはやっぱものすごく先駆的な、それから今の自分たちの在り方みたいなものをこう考えてみたときに、やっぱりこう市民科学者っていう考え方がどん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 やっぱり後退して後ずさりしちゃってるんじゃないかなって、結局やっぱり自分たちの身の上とかどう生活していくかとか、どうやって自分の地位を保つかとか、そういうことを一義的に考えざるを得ないみたいになっちゃってるっていう、ふうにやっぱり思っちゃいますよね。だからこれそういう意味で言うと、この高木さんたちがやってたその、市民科学者っていうもの、まあ要は公共を取り戻すっていう考え方ですね。公共を取り戻すっていう生き方っていうのがいかに大事かっていうことを実は今考えてます。それがスタイルっていうのはやり方ですよ。やり方ってこれ大事でね、これちょっと書いておいたのはエンキャンプメントっていうのはキャンプ張るんです。でこれ実は、今ガザで起きてることに連帯してアメリカの大学生たちが自分たちのキャンプ、コロンビア大学とか UCLA とかニューヨーク市立大学なんかでテント張るんですね。あれ僕ねエンキャンプメントっていう言い方してるけど、まあキャンプは東大にも今駒場になんか張ってるやついるみたいですよ。でそういうのってまあ楽しいじゃないですか。
で楽しいっていうのとキャンプ張るっていうのはいかにも暴力的じゃないし、でそこにところがそれを暴力的に排除するみたいなことがあった時にやっぱりどっちがおかしいんだよみたいなことをやっぱ考えざるを得ないし、僕はここに大院っていうのを書きましたけど、なんで書いたかっていうとね、日本で最初に大院をやった時に実は僕その場にいたもんですから、大阪なんですよ。大阪で1980年代の初めに、でそれまで大院なんて日本でやったことなかったんですよ。だって寝るんだから道路で、死んだっていう形になってこうね。でアメリカなんかこれ一般的だったんだけど、これ僕そのね、あんまり言えないんだけど、その時大阪でそのデモを指揮してた人が面白い人 でその人と一緒にこう僕が記者として行ったんだけど、大院って やってみませんかみたいなことを僕言ったんですよ。そしたらそれ何やとかって言うから、いや大院って道路寝転がることを言って、もうアメリカなんかで広がってるみたいですよっていうようなことを言って、そしたらなあやってみるわって言って大院ってやったんですよ。でみんな一斉にこうやってやったら、その警備してた警察官が何があったかを理解できないみたいになっちゃって、結局わけわかんないみたいな、それ途中で気づくんですよ。あ、これ死んだふりしてるだけで、これ道路交通法違反だみたいな感じでどんどんと立たせたりして、まあそういうことをやってみるみたいな。だこれダニエル・エルズバーグっていうペンタゴン・ペーパーズをやった人がいるんですが、もう亡くなりましたけどね、去年ね。でエルズバーグなんかはよく大院っていう行動の仕方をしてて、あれは暴力的じゃないから道路にこう死んだふりをして核っていうものがこれ以上開発されると大変なことになりますよみたいな形でこう大院っていう、まあそういう抗議の仕方とかってこれ伝えるんですよね。これ大事ですよ、そういうのって。まあ非暴力直接行動っていうのはすごく大事だし、僕は音楽とか大好きなんで、今の清志郎がその原発をテーマにしたロックをやったり、坂本龍一っていう人が、福島に行ってコンサートを、311の後にね、最初に一緒にやってましたね。僕はそういう考え方ってすごく大事だなというふうに思っていて、そういう、あるいは中村敦夫さんっていう人が朗読劇を占領刑がなるっていうのをずっと今でも続けてやってたりしてますよね。いろんなやり方があるっていうふうに、僕はメディアにいるんで、ジャーナリズムはそのファクトを提示することはもちろん大事だっていうのはあるんですけど、社会全体を見た時にはいろんな表現の仕方があるっていうふうに僕自身は考えてるもんですから、まあこういうやり方っていうのは公共概念が流入した時にはそれを公共性を取り戻すっていう意味で言うといろんなやり方があるんだろうなっていうふうに思ってますけどね。時間もうないね。じゃあもうやりましょうか。いや、これここに書いておいたらもう大急ぎで言うと今度もまた行くんですけど、能登半島で1月1日起きた時に、志賀原発が稼働してなくてよかったっていうのと、珠洲に原発がなくてよかったっていうふうに、石川県の人たちは言ってたんですね。珠洲は福島以上の、ひどい、日本最大規模の原発作る計画があったんですから、ね、1975年で、そこで珠洲っていうところにいたごく少数の市民の人が反対して土地を共有地にして売らなかったんですよ。それが、28年続いたんですよ、反対。それで関西電力と中部電力と北陸電力を諦めて、だから珠洲に原発はなかったんですよ。だからこの間の地震があっても、何の被害もなかったって、僕は本当に素晴らしい教訓だなと思ってるんですけどね。その時に その時に中心になったお坊さんっていうのはこれ遠慮寺っていうところの珠洲にあるちっちゃな お寺のお坊さんですね。20代続いた。でそのお坊さんが言ってたことっていうのを最後にして終わりたいと思いますけど、このお坊さんはなんで僕は高木さんもよくここに行ってやってたんですって、合宿に行ってお寺の、境内じゃない、こうなんか本堂みたいなところの横にこう合宿所みたいになって、
久米三四郎とか、高木甚三郎とか、あとね、あれだ、あの慶応大学にいた人、なんだっけ、藤田裕光さんは、よーここにいて、それ泊まり込んで行ったのって、だから言ってましたよ、奥さんが、この住職の、そのね、子供の給食のため、お弁当のためにね、冷蔵庫に卵焼きとか作って入れとくと、藤田さんが、酒のつまみっていうのをこうやって泊まり込んで、そのおかずを食べちゃうのって。怒ってましたよ、もう本当にって言って、まあ、半分ぐらいをあの思い出深く、思い出として言ってたんだけど、そういうような、ものすごい濃いつながりがあってね、そこの人たちが、やっぱりみんな信用してて、こう出来上がったから、止められたって話なんです。この人が、これ、避難先ですよ。っていうのはなぜかというと、この人の寺は全部全壊だから、問題なの。これもう再起不可能だから、こうなって、これもう潰れちゃってるんですよ。ね。で、このお坊さんが避難先の、加賀温泉に行った時に会ってきて、話聞いたら、この人が言ってた、信州大谷派の坊さんがなんで原発反対運動できたんですかっていうのと、その、止められたんですかっていうことを言ったときに、この人が言ったのはね、親父が20代ついてる寺だから、で親父から言われたのが2つのことがあって、その強いものと弱いものがいたら、強いものについたら坊主じゃないと思う、そいつは。それから難しいやり方と簡単なやり方があったら、難しい方を取るっていうのが坊主だって、で親父からその2つのことをずっと言われてて、それをずっと貫いてきたから原発に賛成するわけにいかなかったって言ってましたよ。でもね、これだ、その時ちょっとこれ避難先で聞いて、ちょっと聞きづらいかもしれないですけど、ちょっと聞いてくださいね。強いものが見つかったら坊主じゃなくて、いつもいいんですよ、僕ら。僕ら強いものが見つかったら坊主じゃないけど、右行こうか左行こうかもね、難しいじゃない、その2つの親が合流してないし、その通りに来たんですよ。そしたらね、その中に失礼しております失礼しない、僕に関心したら、僕は誰もついてくる、僕についてくるのは誰もいないなと思いますけど、もうそのまんで、たまるトイレがなくなったら、これずっとトイレに行くと、こんなふうに思いました。まあ、ちょっと聞きづらかったかもしれないですけど、まあ、要はそういうことを言ってたんですけどね。で、この、お坊さんたちがいまだにこうちゃんと当時1980年代の初めにこう毎日のようにこう配られたチラシ、原発は安全ですとか、こういうチラシをまだ持ってましたよ。それでこれ原子力発電所のある町では豊かになった財源により農業の振興が図られています。福島県双葉町ではこんなに豊かになりましたってビラですよ、これ。これね、これもこれは福島県富岡町ではこんなに素晴らしい施設がいっぱいできてっていう。でこれね、いやさっきのだから、そのイノベーションコーストセンター、コースト構想と何一体ここから変わってるんだっていうふうに僕は思います。これから原発の見学に行きませんかって、ただですね、ご飯中部電力のこれ、浜岡までその鈴から、一泊二日で、ただこうほらこう当時竹村健一とか栄大使とか呼んで講演会やって、これみんなバスマイクロバス出して全部ただですよ、これ全部。でこのさっきのお坊さんたちが信州大谷派能登藩原発の会ってこれ作った、お坊さんたちが作ったビラですよ。というか僕ね、
原発を必要としない時代、それは全ての命の願いっていうふうにこう農産たちが、僕はこういうのが公っていうか公共心っていうかね、そういうものをやっぱお坊さんとしての公共心がちゃんとあるからこういうことがやっぱりできたんだなっていうふうに思いますけどね。ということで、もう時間がオーバーしちゃったので、僕の話を一旦ここで止めております。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと長く、ちょっとだけ長くなりました、ね、一旦5分ほどですね、休憩してから問題提起していただきたいと思います。ありがとうございます。再開したいと思います、はい。で、この会場は4時半までですけれども、まあ、これから1時間ぐらい、はい、ディスカッションをしていただきたいと思います。でその前に問題提起として、松久保さんと吉田明さんに、問題提起いただければと思います。皆様お願いします。原子力資料情報室の松久保、原子力資料情報室の事務局長で原子力資料委員会の委員を務めている松久保と申します。今日はですね、政府のエネルギー政策の審議の問題というちょっと長新しいテーマでお話をさせていただきます。10分ぐらいでお話をします。私政府の一応審議会の委員もやっていてですね、そんなにないんですけれども、原子力小委員会というところに2022年、2年前から、委員として参加するようになりました。でその原子力小委員会にですね、革新ワーキンググループという下に下部委員会があって、そこの委員も務めています。で他に参考人としてですね、発電コスト減少ワーキンググループというのが基本政策分科会というところの下に、総合資源エネルギー調査会ですね、経産省の諮問委員会で、総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会の、ワーキンググループというところも参考にして発言をしたりとかですね、あと基本政策分科会本体の方でも、まあ、脱原発の立場から発言をさせていただくという機会にもなっています。で、まあ、そんなにないんですけど、まあ、若干経験があるという感じです。1999年ですね、中央省庁のですね、再編の時に、審議会もたくさんその当時もあったんですけれども、この辺の再編もやりました。でこの時にですね、審議会等の組織に関する指針というものと、審議会等の組織に関する指針、審議会等の組織に関する指針という、文書が出ました。でこの中でですね、委員数は一応原則として20人で、最大でも30人ぐらいの委員会にしてくださいねと、30人めちゃくちゃ多いんですけどね、そういう委員会にしましょう。で、あとですね、委員構成の任命にあたっては、設置の趣旨、目的に照らして、委員により代表される意見、学識、経験等が公正かつ均等の構成になるように留意する。で、審議事項の利害関係を有するものが委員になるときには、原則として、日本の利害を代表する委員の定数が総委員の判定数の半ばを超えないもの、50% 以内にしましょうねというお約束がここで立てられました。まあ、これが本当に動いているかどうかちょっとわからないところなんですけど、ちょっと後でお話をします。はい、であと委員の選任としてですね、府省庁、出身者はですね、委員にはしませんよということで、あと高齢者は委員に選任しないで、70歳、これ高齢者は委員に選任しないとなっているんですけれども、まあ、原則70歳以上は委員にしないということになっているそうです。で委員の兼任は、原則最高3と、で特段な事情がある場合でも4を上限とするはずということになっています。でこれは省庁再編の時の話なので、全体としてというふうに理解してもらっていいと思います。つまり、例えば経済産業省に審議会がありますけれども、そこの委員会も、委員してるし、文部科学省に似たような委員会があったりしますけれども、それを合わせて、3とか4という話です。であと任期はですね、原則2年以内、10年を超える期間継続して任命しないということになっています。で例えばですね、これ私がもらった人事事例ですけれども、これ、いつにもらったのかな、令和4年にもらったものですね、令和4年2月24日付でもらったもので、任期は5年2月23日、1年間ということになっています。これ、新しいの更新されて、新しいのもらったりするんですね。なので、まあ原子力事業委員会の場合、1年、任期1年ということになっています。
で10年超えるとダメですよ。で10年超えると辞めていく方がいらっしゃいます。例えば、山口明さんっていうのはですね、今電職商員会の委員長だったんですけど、彼は10年ということで辞めることになりました。女性委員の比率ですね、府省庁再編、この時府省庁の再編があったのでこういう書きぶりになったんですけども、その時からおよそ10年以内に 30% にしますよ。その以前はもっと低かったんですね。で、先ほど私がいるところは原子力小委員会というところですけれども、ここの委員会のですね、趣旨についてちょっとご説明をしておきます。エネルギー基本計画ができまして、第5次エネルギー基本計画ができましてというタイミングでできた委員会です。その前からは原子力小委員会というのがあるんですけれども、再編されて新しい原子力小委員会というのがこの時にできました。で、この中で、エネルギー基本計画に基づいて指名され原子力分野に関する指針を具体化するべく必要な組織のあり方について検討するというのがこの委員会の目的ということになっています。なので議論のですね、範囲がエネルギー基本計画に定められた大綱に即した形で原子力をどういうふうに進めるかということになるわけですね、そのアジェンダが。なので、そもそも原子力を推進するための委員会であるというところをですね、ちょっと確認しておきたいと思います。で、この委員会、委員がですね、全部で23人います。めちゃくちゃ多いと私は思ってるんですけど、23人います。で、一応9人が女性委員です。なので女性率は、大体 40% ぐらいということになっています。で、委員長、この当時直近の委員長がですね、山口明さんですけれども、彼はもともと東大 の、 原子力工学の先生でした。その前大阪大学ですね。で、今はですね、原子力安全協会の理事を務められています。多分原子力安全協会の理事に務められると思います。どこかに他のところに天下っていくんだと思うんですけれども、そういう立場の方です。なので、原子力が進むことによって彼は、直接的に原子力が進むことによって利益を得ている方はちょっと定かではないですね。少なくともその業界として利益を得るということでは間接的には利益を得るだろうなというふうに思います。他にもですね、原子力工学の方がたくさんいらっしゃってですね、東工大の先生とかですね、あとは東大の、院の先生とかですね、原子力の先生とか京都大学の原子力の先生とかですね、たくさんいらっしゃいます。で、他にですね、電力中央研究所っていうですね、電力のシンクタンクの委員の方とかですね、研究参事という方とかですね、あとは、フリーキャスターの方とかですね、経団連、エネルギー関係の方とかですね、そんな感じの方がたくさんいらっしゃる委員会になっています。この中でですね、原子力に対して否定的な立場を持っている私と、あと、村上さんですかね、日本消費生活アドバイザーコンサルタント相談員協会というところの方、この2人だけで、あとは、基本的に原子力に、積極的か、別にそんな積極的になったとしても否定的ではない立場の方という、委員会になっています。ちょっとグルーピングをしてみました。18% 委員の 18% が原子力工学なんですね。で、その他の学会から来ている方が 17%、あと産業界から 25%、で、金融界から 9%、シンクタンクから 13%、で、自治体が 4%、これはまあ1人なんですけど、割り算すると 4% なんですね。で、報道も 4%、で、NPO と消費者団体が 9%、合わせてこういう感じになっています。利害関係者を見てみるとですね、原発企業とかですね、あと原子力産業界とかですね、あと原子力から、注文受注している人とか、そういった人たちが全体の 26% を占めている。で、あと金融ですね、金融関係者で、例えばみずほ銀行みたいにですね、原発の、原子力企業 の、 証券とかですね、債券を持っているような人たちも含めて、これは直接的な利害を持っているというふうに言っていいと思うので 26%。 であと推進によって間接的な利益を得ている人、例えば原子力工学のですね、方とかですね、あとは、例えば、SMBC、確か SMBC が日光か、SMBC 日光とかですね、いますけれども、彼らはですね、社債を、原子力企業の社債を発行するんですね。発行した時の主幹事企業とかによくなるんですね。そういった方々が間接的な利益を得ているだろうというふうに考えると 35%。なので、6割ぐらいですね、原発の推進することによって利益を得る人たちが占めている委員会になりますね。で、利益なしの方々が大体4割ぐらいというふうな感じで分類ができるかなというふうに思います。なので非常に利害関係者が多い委員会というふうになります。一方でですね、国民の税もどうなっているかというところですね。
これはですね、原子力文化財団というところが出しているアンケート調査、毎年やってるんですけれども、青色のところはですね、原発は進めるべきだという人たち、でこのオレンジ色とか赤色はですね、原発はやめるべきだ、体制的にはですね、原発をなくしていくべきだという意見の人たちです。赤がですね、一番この赤いところが今すぐやめるべきだというところで、このオレンジ色が長期的にやめていくべきだという意見なんですけれども、大体5割ぐらいがですね、原発はすぐにやめていくべきだ、まだ長期的にやめていくべきだ、で青いところが、増やしていくべきだ、もしくはこのまま維持するべきだというところです。最近見ていただくとですね、確かに最近の世論傾向としてですね、進めていくべきだという姿勢をですね、若干増えてきているのは事実なんですけれども、一方で、やっぱりこの 20% ぐらいのコアを占めるですね、40% ぐらいのコアを占める原発をなくしていくべきだという層が一番多いというのは両方変わらないわけです。もう一個ですね、もう一個世論調査も出てきました。こっちはですね、地方進出者がですね、やっている、2021年から2024年までの傾向なんですけれども、アンケート調査になります。これ見るともっと鮮明なんですね。原発を進めていくべきだとかですね、原発やるべきだというところが23年はですね、30% ぐらいだったんですね。でも進めるべきがですね、それが24年になるとですね、23% ぐらいに若干減っているというところがあります。一方でですね、原発はこのまま廃炉を急ぐべきだという層、またはこのまま基数をどんどん減らしていくべきだという層ですね、あとはやめるべきだという層、合わせるとですね、60%、70% ぐらい、そういう人たちがいるということがですね、この経年変化見ていただくと分かるわけですね。なので、最近ですね、少し原発を使うべきだという意見が増えているのは事実なんですけれども、それはその暫定的に使うべきだというのがですね、少し増えているということがあるのかもしれないんですけれども、国政の全体としてですね、長期的にはなくしていくべきだというところでコンセンサスを得れているのかなというふうに思うんですね。そういうコンセンサスを得れている中でですね、一方でこういうですね、こういう委員構成であった委員会がですね、どういう結論を得るのかというとですね、当然原発進めるべきだと、利害関係者ばかりやっている委員会ですから、そういう委員会になってしまうわけですね。他のですね、その原子力関連の審議会いっぱいあります。ちょっとピックアップしただけでですね、経産省だと、基本政策分科会、原子力小委員会、他にも放射性廃棄物ワーキングとかですね、制度変更作業会とか、いろいろあります。内閣府の中にもフュージョンエネルギーとかですね、核融合とか GX、自己配備とかですね、で文科省の中にはですね、原子力科学技術委員会とか、そんな感じの委員会がたくさんあるんですね。多分他にもあるんですけれども、私がちょっと把握している限りでこれぐらいあるというところで、ピックアップして、この方々がどういうふうに重複しているかというのを見ました。他にもですね、多分重複してるんですね。でも、とりあえず私が理解している原子力関係の審議会の中で重複している委員をピックアップしました。そうするとですね、電磁連の方は、これは仕方ないかもしれないですね。その専門委員という形で、なんですかね、オブザーバーみたいな形でですね、参加している人がいるんですけれども、これが6回。で、他にですね、遠藤典子さん、この人5回なんですね。非常にこう、経産省大好き、遠藤さんも大好きですね。あと、伊藤麻美さんというですね、日本で、メッキの会社ですね。で、彼女のことも経産省大好きですね。4回使って。あと、日本消費者協会の河野さんですね、が4回、笠井さんが4回という感じになっています。あとは、電力会社じゃなくて、ごめんなさい、金融機関とかですね、そんなところから来ている方、最近、近藤さんという方がですね、よく使われるなんですけど、マトリックス系というですね、これはコンサル会社ですかね。核融合とかそういったところのコンサル会社なんですけども、彼女も出てくるという状況です。でちなみに全部で180人、この、原子力関連の審議会でピックアップした中の、180人が委員会2位になってるんですけども、2回以上重複している委員は私を含めて45回で、3回以上だとこういうリストになります。典型的なですね、委員会の時間割をちょっとご紹介しておきます。これは、2023年7月の原子力小委員会ですね。で事務局の説明がですね、大体30分ぐらいあります。で委員がですね、22人いるんですけど、委員長は1人いますので22人で、それが1人3持ち時間3分から4分で75分間喋ります。その後事務局から15分ということで、見ていただいたら分かる通りですね、非常にタイトな委員会の委員がですね、22人いるので1人3分とか4分しか喋れないわけですね。なので非常にタイトなスケジュールになっています。
一方でですね、事務局はこれ30分でですね、何をやるかというとですね、100ページを超える資料を説明するんですね。すごい勢いなんです。本当にすごい勢いで、多分です、私たち委員はですね、一応事前に出るっていう時間があって、どういう説明をしますか、まあ、大体のところはもらうんですね。でその後、まあ、大体前日ぐらいにですね、資料が、最終版の資料が送られてきます。レクの時に説明を受けたものと最終的にもらった説明資料が変わっていることはよくあるんですけれども、まあ一応目を通すことができます。でも他の方はですね、委員会が始まってから、その傍聴している方はですね、委員会が始まってから聞くわけですよね。だから、正直理解されているとはとても思えないような、気がします。一方でですね、委員会の委員のですね、間の議論というのは、まあ、ほぼないんですね。一人持ち時間3分って言いましたけれども、だから、その3分間の中に自分の言いたいことだけ言うわけですね。だから他の委員が何か言ってる、何か言ってきたとしても、ね、それに対して何か反応するっていうのはなかなか難しい。たまにですね、まあ、順番によって、例えば、まあ、僕がですね、先に喋って、でその後僕の発言についてムカついたという方がですね、反応するってことはあるかもしれない。そういうことはあり得ることがあります。でも、まあ、でも基本的にはそういうのはないという感じですね。であとはですね、まあ、事務局回答もですね、非常にチェリーピッキングというか、本質的な回答はされないわけです。例えば私、経産省に対してですね、こういう問題点がありますよとかいうことを言うんですけれども、それに対して非常に、なんですかね、まあ、浅い回答しか返ってこないというかですね、まあ、それは仕方ないわけですね。15分で、回答するわけですからね、いろんな人が喋った中を15分で回答するわけです。それは当然、そんな、まあ、回答ができるとはとても思えないわけですね。2時間、まあ、場合だって2時間を超える長丁場の審議会なんですけれども、まあ、熟議っていうのはまあないんですね。なんかみんな言いたいことしか言わない、言いっぱなしになってしまう、非常にこう不健全な会議会だと。でそれに対してその次回にですね、その委員が言ったことをチェリーピッキングして、経産省が使いたい文言だけ取ってきて、前回の委員会でこんな議論がありましたみたいなことをですね、取りまとめとして出てくるわけですね。今回ですね、審議会770エネルギー基本計画というのを策定していますけれども、これクライメートインテグレートさんが作られているとても興味深い資料があるんですけれども、この資料の中から、この構成図をちょっと借りてきたんですが、この中でですね、基本政策分科会に最終的に、議論が吸い上げられて、他の審議会の中で議論したものが最終的に基本政策分科会に吸い上げられて、エネルギー基本計画が策定されるっていう、まあ、プロセスが書かれているんですけれども、そこに行き着く前にですね、すでにもう去年ですね、行われた GX 実行会議とかの中でですね、もう大概の方針が作られてしまっているわけですね、日本のエネルギー政策がですね。その中でですね、その枠組みの中でエネルギー基本計画を策定する、当然方向性なんかも決まってしまっているわけですね。その中で、議論をするっていうのはですね、どれぐらい意味があることなのかっていうのはですね、私ちょっとよくわからないというふうに正直思っています。じゃあどうすればいいのかということですね。まずそもそもその利害関係者の定義をですね、再検討する必要があるんじゃないかなと。先ほどの1999年のですね、資料をお見せしましたけれども、一応利害関係者で過半数は超えないようにしますよと言っているわけですけれども、でもその利害関係者って非常にこうバクッとした定義ですね、曖昧で、どこまで利害関係者と見るべきなのかよくわからない。例えばですね、原発を推進することによって直接利害を得るだけじゃなくてですね、やっぱ間接的に利害を得る人もですね、利益を得る人もですね、利害関係者と含めるべきなんじゃないかなというふうに私は思っています。あと因数多すぎですよね。さっき見ていただいた通り23人います。中にはですね、もうほとんど同じことしか言わない人いるんですよね。その他の委員の方と発言ないのほぼかぶってるよねっていう方はですね、たくさんいらっしゃいます。それいるのかと思いますね。その議論いるのっていうふうに思います。なのでもっと減らした方がいいと思いますね。そして委員間のやり取りとかですね、事務局との意見交換とかですね、もっと長く取れるような構成にするべきだというふうに思います。でもう一個ですね、審議の公開ですね。かつてですね、委員会で傍聴を、例えば経産省のですね、別館とか本館に会議室があるんですけれども、そこに傍聴者も参加して、聞きに行くことができたんですね。ところがコロナになってですね、そういうのできなくなりました。で、一方でですね、一応 YouTube で配信しているから、それで見てくださいねっていうことになっちゃったんですね。一応ですね、その傍聴者がいるときはですね、まあ、聞いてる人がいるっていうのでですね、緊張感が少しは出るわけですよね。で、ヤジとかも時々出てくるわけですね、その参加者から。まあね、一応それも緊張感の一つだと私は思うんですけども、そういうのは全くないわけですね。
で、YouTube で、まあ、それも、まあ、見てるのか見てないのかよくわからないわけですね。しかも、ね、その大事感がないわけですよね。だから非常にこう、なんか緊張感がない人間になってしまうというふうに思います。その結果ですね、まあ、推進派が圧倒的多数を占めている中でもうダラダラとしたあの審議会が行われてしまう、中身のない審議会が行われてしまっているんじゃないかなというふうに私は思っています。だからやっぱりですね、もともとあったそのせめて傍聴っていうシステムをですね元に戻すべきだというふうに私は思いますし、あともう一個ですね、ぜひ YouTube 2時間なので非常に長くてですね、しかもあんまりつまらない委員会だとは思うんですけれども、見ていただきたい、見ていただいてですね、ちょっとどういう議論が行われているのかっていうのをですね、まず見ていただいてちょっと考えてもらいたいんだというふうに思うんですね。もう本当に方言のような委員会になってしまってるんですね。原子力小委員会なんかもそうですし、基本政策分科会もそうだと思います。なのでですね、そのどういったことが行われているか見ていただいて、で委員会に対して緊張感を与えるようなあの環境を作っていただきたいな、そんなふうに思います。以上になります。はい、ありがとうございます。はい、では次、吉田さんからお願いします。はい、こんにちは、FOE ジャパンの吉田、はい、FOE ジャパンの吉田と申します。原子力市民委員会では、政策調査部会に参加しています。あと委員になっています。私からは今の松久保さんのお話に続、まあ、関連して、プロセスに対する提案ということで少しご紹介します。はい、まあ、委員構成が非常に偏っているということはあるんですけれども、まあ、その偏りそのままでいいのかということを考えるときに、まあ、ちょっとこのエネルギーを取り巻く状況が大きく変化していると、というところをちょっと見てみたいと思います。まあ、この10年、で考えてみてもですね、電力自由化、そしてまあ地域新電力などが出てきているということ、そして再エネが実際に大きく増えてきつつある、20% を超えてきているということ、そして地域脱炭素化、地域で再エネを作っていこうという動きが加速しつつある、そしてデジタル化、 AI、 これは電力需要の消費というだけではなく生活、そして産業の在り方も変えつつあるということ、そして企業も再エネを調達するという流れが圧倒的に加速している、テレワーク、など、まあ、そういう、大きな社会の変化が起こっている、家電などのスマート化、そして、SDGs、環境、社会福祉、まあ、こういったテーマの重要性がますます大きくなってきていると。で、本当はこういう、こういうこと、エネルギー問題を考える上で密接に関わるこういったことに関係する人たちをエネルギーの議論の審議会に招くべきだと。ところが現実には原発事故の前、もしくは90年代のままの利害を代表する方々が審議会に参加して、そのままとほとんどその構成の見直しが行われていません。で、議論のプロセス、市民や環境団体などが参加する場というものがそもそもほとんどありません。情報公開の在り方、先ほど松久保さんからあった通りですし、委員構成、そして、その審議の間にですね、市民が、参加し意見を述べられる機会というのは実質的にパブリックコメントのみに限られている。2017年の時から、意見箱という、常設のパブリックコメントありますけれども、それは、ただ単にこう受け付けているというだけであって、その意見内容がこうまとめられて、審議の中で活用されるといったことは全くないという状況です。2012年の民主党政権下では、ちょっとこれと違った試みがされていました。メンバー構成、には環境や再エネに関する委員も入っていましたし、そして、市民の意見を参加する、
聴取する場としても、福島を含む各地での意見交換会、が、まあ、ありましたし、福島で行われたのは本当にこの時、まあ、経済産業省エネルギー関係ではもう本当にこの時だけだったかなと思うんですけれども、そして今、気候市民会議ということで、話題になって各地で、自治体レベルでは行われていましたけれども、まあ、それに近い形の討論型世論調査というのが行われていました。で、まあ、2012年こういう大々的な国民的議論を経て一度脱原発、原子力からやめる、脱却するということが決まったにもかかわらず、政権交代があったことを理由にこれが全くもうないものにされて、その後の議論に全く資料としてすら提示されていないということ、まあこの問題点はずっと指摘し続けているんですけれども変わっていません。で、5月9日にですね、原子力市民委員会や、まあ原子力資料情報室 FOE ジャパン、など含む、いくつかの団体で、一応、まあ、プロセスへの要請ということを、行いました。現在のエネルギー気候変動をめぐる状況に合わせた委員の構成、情報公開、透明性の確保、そして国民的議論の実施、可能な限り多様な、市民参加プロセスの構築、そして、まあ、大きく、変化する国内外の状況を、審議の中でこう、レビューし、それを踏まえた議論としていくこと、残念ながらこういったこと、まあ、全く反映される見込みがないという状況では、あります。2023年から2024年、この1年だけ見ても、原子力エネルギーをめぐる状況大きく変化しています。COP28 でもですね、化石燃料からの脱却ということが、合意されています。また、2030年までに、再エネ3倍、そして省エネ改善率を2倍としていくということが、国際レベルで合意されています。まあ、よく日本の、原子力業界は原発3倍ということも合意されたんだというふうに主張しますが、それは、有志の国、20数カ国の有志の国による合意に過ぎず、COP の決定として合意されたのは再エネ3倍の方です。能登半島地震、が起こって原子力のを巡る状況が大きく変わったということは言うまでもありません。さらに、4月末の G7 会合では2035年までの脱石炭火力、ということも、日本が後半の抜け穴を作った形にはなりましたが、合意をされています。こういった状況にもかかわらず、こういった状況を踏まえればですね、この深刻化する気候危機の中、早急に省エネそして再生可能エネルギーのシフトをさらに加速しなければいけないというのが本筋であるにもかかわらず、残念ながら日本の、エネルギー、基本計画の議論、いかにこう原子力を、一歩踏み込むかという、そこが、残念ながら大きな焦点と、審議会の中では、なってしまっています。日本のエネルギー政策、本当に簡単に言うと、原子力も推進、そして化石燃料も維持推進していく。で、このままでは原子力も化石燃料も進められなくなっているので、化石燃料については新しい技術、脱炭素化、非常に高コストであるし、実現可能性まだまだ見えないところであるけれども、維持延命していく、そして原子力も、再稼働だけでは足りないので、次世代革新炉をによる、リプレース、そして、業界は、新増設に踏み込めたいという状況です。でこれら非常に高コストで、できるかどうかわからないので、GX の関連政策でお金をつけていくという、ことになってしまっています。で、大きく変えるということは非常に、困難に見えるんですけれども、市民社会としては諦めず声を、上げていきたいということで、原子力市民委員会も参加する私の未来というネットワーク、昨年から活動していますが、再エネ 100% と公正な社会を目指す、
化石燃料にも原発にも依存せず再に 100% で安心して暮らせる未来へということで、さまざまに声を上げ始めています。またこの中では若い人たち、若い世代やエネルギーや脱原発にとどまらず、さまざまな社会運動との連携ということを、重視して取り組んでいます。で、5月15日から基本政策分科会の議論が始まりましたが、翌16日、私の未来、でですね、エネキの見直しに対する要請書を提出しました。で、残念ながら、政府の方来られて簡単な質疑もしたんですけれども、全く意味のある回答は得られずにですね、すでにある、第6次エネキや GX に書かれていることが繰り返されるという、結果になっています。はい。で、今回ですね、エネルギー基本計画と並行して、GX2040 ビジョン、が、GX 実行会議の方で議論されるということになって、そちらの方はただでさえ市民参加、市民の声が届かないのに、さらに市民から遠いところでの議論、そこで大筋が原発推進、化石燃料維持含めた大筋が議論されていくというところに懸念を持っています。原子力市民会としても、そしてこの私の未来としても引き続き取り組んでいきたいと考えています。以上です。はい、どうも、松久保さんと吉田さんありがとうございました。では短い時間ではあるんですけども、ディスカッションをしていきたいと思いますが、谷平さんのお話はやっぱり利他っていうものがもう軽視されて、利己的な考え方の方に、こうシフトしていて、行政も司法も、そういうふうな感じになっているし、というような話を、いただきました。ただやっぱりその遠流寺の、ね、住職の、塚本さんの話がやっぱり一つの希望ですけれども、その、公共性っていう市民的な公共性を、大事にするような発想が、日本のですね、ひょっとすると珠洲原発があった場合は日本のまたもう一度福島かあるいは福島以上の、ね、クラスの原発事故が起きた可能性もあって、それを社会地道なですね、私も珠洲行きましたけども本当に大変な、状況だと思いましたが、それがそういった小さなグループだったとは思うんですけれども、そこでね、活動された方々、社会市民的な公共性というものをどういうものなのかということを体現してくださった方々のおかげで、ある種、日本社会の崩壊を一つ、から救ったというふうに、というようなお話がありました。はい。で、あと松久保さんと吉田さんはですね、松久保さんはなんて言うんでしょう、市議会プロセスのもともとの崩壊っていうかですね、私もそこにいたからとてもよくわかるんですけども、私は松久保さんのご活躍を常に、はい、見ております YouTube で現場で見たいんですけども残念ながら見れないという状況になっていて、市民がですね参加できないような仕組みをどんどん作っているんですね。そこは大きな問題で、松久保さんご提案はあるにしろですね、根本的に変えていかないとこれはなかなかですね、小手先ではうまくいかないなというような本当に状態になっていると思います。で、一方ですね、吉田さんの議論はやっぱりその議論には参加できないけれど参加させてもらえないけれども、若者とかね、地域の方々がある意味市民的な公共性ということをに立脚して、脱炭素あと脱原発の動きっていうのがやっぱり草根ではあると
ということを示されていて、一つ、ね大きな、ね、きっかけがあれば一気に、ね、そちらの方向に向かうんじゃないかという可能性を示していただきましたし、まあ、それが正念場だと思います。で、あの金平さん の, あの問題提起からすると、私あのリコからあ リタからリコに向かった以上に、リコ的な方向に向かったこう動きがですね、リタの動きを攻撃しているように私は思うんですね、はい、原子力市民会のアドバイザーである大林美香さんが、まああの初歩的なミスではあれに過ぎないものを、もう 何かそのなんか中国とつながっているかのようなね、反中国的なあの、流れを作り一種、まあ、利用しながらあの明らかに攻撃してきたわけですよね。あの大林さんというのは本当に長い間、気候エネルギー問題に原子力資料情報室から始められて、ずっとやられてて信頼も厚く能力も高い方を、まあ、そういうことで、まあ、あのエネルギー基本計画の議論に参加させないという方向に向いてるからですね。だからそのある種はなんかあの安倍政権のことなのかいつからか分かりませんけれども、また岸田さんのなってまたさすがにもっとひどくなったような気もしますが、 ある種こう市民的な公共性に対する攻撃というかがすごく強くなってきていると思いますので、これあの反撃というとまた何か戦うのかっていう感じになるんですけども、あの直接戦うというよりはこれにどういうふうに私たちが、まあ、反撃ないし対応をしていけばいいのかっていうのはやっぱ問われていると思いますので、まあ、その観点からいろいろ議論していただければと思います。はい、何かあの委員の皆さんでも、ありますでしょうか。じゃあ、はい。はい。大変貴重なお話ありがとうございました。いや本当に重要なあのお話ですし。あの上平さんの話も本当にそうだなと思いましたし、お二人の問題提起もあのなんかずしんときました。私自身もあの特に去年ですね、一昨年か GX をめぐる原子力小委員会の時にあの一生懸命傍聴して唖然といたしました。あのまさに松本さんがおっしゃった通り、あれは議論じゃないですね、言っぱなしです。で、あとですね、GX に関してはですね、去年あのすごく国会傍聴したんですね。で、その時もいやいや前として、それあの国会議員、特にその、立憲とか共産とかの委員、経済産業委員会議員たちがすごく限られた時間の中勉強して、かなり重要な質問をしているのに、まあ、答弁の方ですね。あの全然こう答弁が上滑りで、繰り返しであの官僚たちがあの書いたものを読み上げているに過ぎないという状況を、まあ、知ってはいましたけど、何度も何度も見ることによって本当にこう絶望的な気分に駆られました。だからいろいろなところが解けているなというのが、私 の, あのちょっと印象ですね。でただそれだけではなくて、まあ、あのちょっと違う分野になりますが、あのここでもご紹介したことありますが、例えば公的資金を、どういうふうに使っていくのか、あの途上国におけるその環境破壊とか人権侵害に加担してはならないっていう、そういったその一連の1980年代ぐらいから始まったそのあの市民側の問題提起が、まあ、20年ぐらい、まあ、10年20年のスパンで実を結んで、国際協力銀行とか国際協力機構が、環境社会配慮ガイドラインというのを作るんですね。でその時にその、まあ、改定するためのプロセスなんかに必ず彼ら偉いのは政府の審議会とは違って一定数の NGO を入れるんです。やっぱりちゃんとで JICA はその4名産業界4名NGO、4名学識経験者みたいなそういう配分ですごく意識して各方面の意見を言わせる、まあそれがそのどう反映されるかはまた別の話なんですけどね。で JBIC 側は
平場でやるんですが、JBIC が整理した論点ごとに産業界がしゃべり、NGO がしゃべり、ガチンコを議論して、まあ、それがその議事録に残ると。だから議論が一応成り立っていて、我々あの JBIC、JICAをですね、かなりこう批判して、今も批判し続けていて、彼らからするとうるさい NGO どもみたいな感じなんだと思うんですが、それでも議論をさせてくれるというのは、それがまともなあり方だなというふうに思いました。でもう一つは、2012年の先ほど吉田さんが紹介した国民的議論のプロセスの中で、まあ、その政府も偉くて、まあ、各地でその公聴会的なものをやったりいろいろやったんですが、我々市民側も自主的公聴会っていうのをやりました。で、偉いなって思ったのは、我々がやったその自主的公聴会に政府の人がちゃんと来てくれたんですよね。来て説明してくれて、で我々福島でやった時のことをよく覚えているんですが、政府が来て説明してくれて、でその時にその福島の参加者から大変こうずしんとくるような厳しい意見が相次いで、いや私たちにとってそのエネルギーっていうのは、なんだ、数合わせじゃないんです、まず原発やめてくださいと、でその上であるエネルギーを使ってくださいって、そういうことをおっしゃられて、政府側は非常にこう、まあ、なんていうか、ニーズがこうでサプライがこうでっていう、そういうのをね、まあ、図で示して、まあ、説明しているわけなんですが、まあ、そういう生の声をちゃんと聞いてくださったっていうのは大きかったなと思いました。問題はそれをどういうふうにそういうのを実現するのかということなんですが、やっぱり我々市民側が起爆剤として、なんかその、自主的公聴会的なものをやってみるとかね、なんか来てくれなさそうな気は初めからしていますが、まあとにかくいろいろやってみて、なんとかそのなんていうか着火みたいなものを作っていくしかないのかなと今の、お話を聞いて感じました。以上です。はい、それでいかがでしょうか。はい、委員のことを正しいです。今日金谷さんの話にすごくひどいんですね。特に私たちがそのどちらかというといろんなファクトとか事実関係とかそういうことを書いてくるわけだけど、それに対してそのヒロインがね、どういうものをで、どういう枠組みで何を思うでかってことを丁寧にいろいろご説明いただいてありがとうございます。大変よく分かったりでもかなり絶望的な要素もあるというふうに思いました。で、他方で松久保さん、吉田さんのお話で今もお話ありましたように、委員会の話ですね、あれについてはですね、私の感じというのは、私は2回しか委員をやったことがないんです。昔、事故の直後にストレステストを受け聴取会で、それはまだどちらかというと事故の直後だから、それなりに批判精神があって、でその時にですね、条件としていったのは、私が OK したのは、怖いんでしたけどね、ですけど、議論に安全性、原発の安全性の議論に枠組みを設けない、安全性というのは全部あるという話をして、もしそこで安全性の枠組みからに入ってないというふうに切るんだったら、私は出ないという話が一つと、もう一つは、その場で実際にカメラを入れて、そのまま直接応援すること。この2つの条件が満たされれば、委員を引き受けます。そういう話なんです。で、それで井野さんと私と、まあ、大体そういう意見で入りました。まあ、結果としては今言いたいことは言ったんですけど、まあ、論争にはなりますけど、ただ言いたいことは言わせてもらえた。ただし最後はこの多数税でどんどん押し込められたという経緯になる。それで今度もう一つは、つい2年くらい前ですが、鹿児島県の技術委員会がありまして、そこに呼ばれて、まあ、県の知事が示したんですけどね、その時に、まあ、反対の意見を持っている人もっていう形で私呼ばれまして、それに出てもらった。でその時には一つだけ分かったのはね、先ほどの委員の数がそんなにいないわけですよ。10人弱、これ8人くらいかな、だから7、8人なんで、2時間も喋ってると2、3時間やると相当喋るんです。
で私はかなり3分かなり喋ってたんですけど、言いたいことは言えた。で議場が全部残ってる。でだけどもその反応というのはまあいろいろむちゃくちゃだっていろいろありましたけど、ただ1点だけやったのは意味があるかと思ったらそういう議事録が残したこと、ただし残念なのは傍聴されてない、傍聴者が少ないんですよ。ですからその、カメラ入ってませんので直接、そうするとその後で意見はね分かるんだけども、その雰囲気が分からないんですね。でしょうがないから私の方で終わった後に記者会見とかそういうことをやって、意図的にその私はこういうことを言いたいということで、まあ、そういうことしかできなかったんですね。で言いたいことは何かというと、今大変だと思うんですよ、松子さんのね、よく分かるつもりなんですが、いつもね、その時めげないことと、それからその時に絶対にその何て言うかね、相手に期待しないことですよ。委員会でね、何かを相手をね得してるとかね、私は九州連の会でやったけど、何をやってもね、あるところでもちろんもう真面目に話してみるからその人とやればいいんだけど、基本的にはそれを信用してどうこうっていうのはね、もうとっくに過ぎてる、まあ、そういう時代ではない。そうではなくて私たちは、ね、もちろん真面目にやるんだけど、だけど気持ちはね、外で見てる人たちがどう見るか。マスコさんも本当一人しかいなくてもね、でもマスコさんがこういうことを言ってるってことは見てる人分かりますかね、必ず、それ知った人はね。でそれが私は力になるので、もうそこから起こすしかない。だからもう相手には期待しない。でそうじゃなくて、これを見てる人たちが、あ、マスコさん頑張ってる、俺たちも頑張るっていう感覚、ちょっと極端に言うとね、そういうふうにちょっと私は最近思って、以前よりはその政府との交渉とかそういうのを一生懸命考えたんですけど、なかなかね、そちらよりどちらかというとそういう世論がどうなるかということを中心に考えていてっていう方が効率がいいかなというふうに思うし、以上ですよ。はい、まあ私、あ、すみません、私が参加してたのは民主党政権だけだったんですけども、民主党政権の後はもう全く、もう用なしになりまして、はい、で民主党政権の時はやっぱりあの時は、まあ、よくできていたなと思うんですけど、原子力に、まあ、慎重ないし反対の方と中立と、推進というのを同数にした、ね、だからまあ、確かに言いっぱなしみたいなところもあったんですけれども、とはいえですね、あの時は議論が尽くせない場合はもう一回やるとか、やったんですよ。だから人数というよりは構成かなっていう気は私はしてます。であと、まあ、工夫としてはもう読み上げるなとかね、意見書はもう読み上げるんじゃなくて、意見もだって僕横の人は読み上げてるだけなんですよね。読み上げて楽しいですかって僕言ったんですけど言ったんですけども、そういう、そういうような読み上げるものはもう出してもらって、でその後で議論するっていうのをしないと、あの時はいろいろあって、相当議論、まあ、言うだけでしたけども議論が進んで、最終的な決定は政権がするっていうよりは、これは国民で議論しましょうっていう話になったので、国民的な関心も高かったし、まあ、メディアも現場からねあるからカメラが入ったりとかしてたんで、そこがね全部押さえつけられてるっていうのが今の現状かなという気はいたしますね、はい、ただやっぱメディアの関心が相当ね落ちているのと、姿勢が、ね、どうしたらいいのかっていうのは私は常々思ってるんですけど、萩平さんいかがですか、メディアのこの状態とかいかがですか。いや、お三方の お話を聞いて思ったのは、お上に聞いてもらうっていうようなスタンスがなんか伝わってきたっていうか、来ていただくとか来てくれたとか、だって彼らはさっき言ったようにパブリックサーバントで、僕らのために働くべき人ですよ。でそこは全然だから認識が僕言ったのと違うんだなっていうのは、話をするとか相手と対応するっていう回路を立つみたいなことは、それはやめた方がいいですよね。それは確保しといた方がいいってもあるんだけど、さっきから聞いてて思い出したのは、高木さんの話したでしょ。高木さんの動きを見てて、最初にこうある種パッションというか、その
公共みたいなことをこの人は本当に真剣に考えてるなと思ったのはね、最初にスリーマイルアイランドですよ。スリーマイルアイランドの事故が起きた時に原子力資料情報室立ち上げたばっかりだったから、で抗議文持ってくって言ったんですよ。当時通産省だったで、僕はその取材してたから、でカメラマンと一緒についてったんですよ。それで、この間今病床にあるバンさんとその話したんですけどね、最初行った時にね、通産省は下っ端の係官でこうやって抗議文を受け取りますみたいな対応を取ったんですよ、そしたら怒ってね、西尾漠さんも一緒にいたんだけど、君たち一体何考えてんだってどんどん入っていっちゃうんですよ、通産省の中に。今だと公務執行妨害とか住居侵入でまくられるかもしれないけど、そのどんどん入っていって、それ僕らも入っていってきました、カメラ回しながら。でその担当部局まで行って、それ読み上げて、こういうことがあったのは一体何だっていうふうな抗議をバーンと置いて、それでこうやり取りをするみたいなのがあって、で帰ってきましたことに何もしないでね、暴力的なこともやらないし、ね、なんかおそらくそういうパッションみたいなものはおそらくなんか初めから諦めちゃってんじゃないかなっていう、もうシステムとして出来上がっちゃってるから、だって公聴会とかこういう小委員会っていうのは相手が作った土俵じゃないですか、ね、相手が作った土俵にまず乗るっていうところでまず負けてるんですよ、まずそうなんですよ。でそれは基本の基本として考えなきゃダメな話で、そこから本当はあなたたちは私たち の、幸福のために、実現のためにちゃんと働くべき公僕なんだから、私たちのために動かなきゃいけない、何やってんですかっていう、まあ、そういうあの議論の始め方だっていう気が僕はするんですよ。いや何言ってんですか、現実性ないことを何兼ねなさい言ってんですかみたいなことを言われるかもしれないけど、だけど基本の構えってさっきから言ってる公共心の要求っていうのはそういうところが出発点、もし取り戻していくんであればね、何を一体エセのこと言ってんだっていうようなことあるかもしれないけど、僕そのさっきから言ってる例えばアカデミズムの中の、要求なんかっていうことを言った時に、そのひどいことが起きてるわけじゃない、さっき その福島の、国際学術研究都市みたいなところで湯水のように、つまりさすびらで住民のほっぺたを叩いて、原発を認めさせるようにした鈴の時みたいなことが学術の世界とかそういうところでも起きてるわけでしょ、うん、何を隠そう、僕らのマスメディアの世界だってあんたら儲けたいんでしょっていう話で、ETV 特集とかさ、それから報道特集なんていうのは、まあ、要するに脇に追いやれるわけだ、ね、で そういうようなふうになっちゃってるっていうのは、本来放送っていうのはインフラですから、まだ公共公益をちゃんと守んなきゃいけないみたいなところから出発したはずなのに、そうじゃなくなってるみたいなところに気づいたっていうか、もう散々ここまで来ちゃったかっていう思いがあるから申し上げたみたいなのがあって、相当伊佐田が、空事みたいなことを言ったかもしれないですけど、僕は割と何て言うんですか、なんかずれを感じるんですけど、それはそれで仕方ないと思いますよ。僕はなんだろう、より純粋だっけから言ってるけど、純粋さを求めて打ち毛羽やるよりはよっぽどいいと思ってるんで、やっぱり本来ならば同じ目的があるわけですから、その商品を捨てて大道に着くみたいな考え方で、どうやったらより魅力的でより効果的なことができるだろうか、そうすると自然にやっぱり力になったらついてきますからね、みんな、でやっぱり今の状況ってのは、まあ、ここまで、負け戦は負けが込んじゃうと、もう初めから諦めるみたいになりがちなんだけど、やっぱ僕その市民科学者みたいなああいうやり方っていうのは僕は限定だと思ってて、それは専門家もきっと鬱だろうし、造形の塔にこもってる学者だって、あんたこの人たちをこんなにまともにやってるのに何やってんですかみたいな力になると思うし、それからさっき の松子さんが示してたそこに出てくるフリーキャスターとかさ、よく知ってますよ、ひどいですよ、電力会社の故障係みたいなことやってるわけですよ、でそれはやっぱりカメラで公開して、この人なんでいつもこんな専門家でもないのに出てるのみたいな話をさらさなきゃいけないですよ。さっき言ったこの人で葛西成菓子か、
葛西でしょうか、はい、まあ、やってるんですから、だって本来そこで話すべき、あのつまり何だろう、専門的知識もないし、なんでそんな人いるんですか。だから、だから要するにある種のお故障みたいな、まあ、まあ、芸者さんならもっと言うんですよ。芸者はちゃんとあのほら能力があるし、踊りがあったり、なんだり、技巧があったりするの。この人たちって単なる、なんだろう、まあ、あの大森さんがあのラジオと戦争で書いてたように、まあ、国家の鎮魂屋ですよね。いや、つまりそういうのってものすごく大事で、その鎮魂、あ、こんな鎮魂屋さんがいるんだってことをやっぱさらさなきゃいけないっていうか、そのためにやっぱり情報公開ってすごい重要で、アメリカの議会って政府の予算で成り立ってる委員会議会は全部公開するっていうのが原則ですよね、アメリカって。日本だってこう、例えば現職省委員会ってなんで公開しないんですか。ビデオ、ビデオで公開しないんですか。あ、いや、だからそれ生中継でなんでやるんですか。あ、一応 YouTube で生中継はしてるんですけど、以前は傍聴者なんですね。傍聴っていう形で、あの市民がやってます。マイクさん、あのだから、なんか現職規制委員会の、あのずっと生で見られる。そうです、生で今ね、はい、それがすごい大事で、こういうところの議論ですね、なんかこう全部、まあ、透明にしちゃうっていうんですかね、本当のこと言うと、こう生臭い審議会とかああいうやつだって、専門家会議とかでなんかあるじゃないですか、いっぱい出てくる東電会議とか、その船橋陽一とかさ、白石何がしく読売の社長なんかがこう加わってた、その時に彼らが何言うかなんて、本当はリアルタイムで、だって恥ずかしくないからそこに加わってるわけでしょ、メンバーとして。で、だからところが何言ってるかっていうのは、後から随分経ってから、あの報告書みたいなのがようやく公開されて知るみたいになってなって、だからそこってすごい大事だなって僕は聞いてて思いましたですけどね。はい、あの菅波です。金谷さんの話を本当にあの聞いていてですね、高木さんの話も随分していただいて、あの伺ってたんですけども、あの公共がとろけているっていうことを最近言われてるのは Facebook なんでも聞いていて、あ、やっぱりそういうことを自分自身も感じてたんですけども、とろけているっていうのはやっぱり現象というような表現だと思うんですけども、最近自分が思ってたのはやっぱりその自治が歪められてるっていうですね、なんか多動詞というかですね、意思を持ってそれがその戦略を持って歪められてるっていうことをすごく感じてきてたんですね。それはだからあのショックドクトリンの話なんかまさにそうだと思うんですけれども、あのまあ福島でどうやってあそこを復興するかっていうことで、あそこにその膨大な資金が投入され、それを当てにする力の中でですね、どんどんそれしかないような状況が作られていくわけですよね。でそれも結局は原発事故が起こったことで、まあ、そういう流れっていうのが、まあ、なんていうのか用意されてたぐらいのことなんじゃないかなって気もしてしまうんですよね。でそれぐらいやっぱりその原子力産業っていうのがあの大きな力を持っているし、それがあのこの社会の中に置いておくとこういうことにしかならないっていうようなですね、そういうそのあの暴力的なものなんだろうという捉え方をしています。ですからだからこの原発をこの中に社会の中に位置づけようとすると、いろいろなものを歪めていかないと成り立たなくなるっていうですね、そういうことになってしまってるんだと思うんですよ。で 自分自身がよく関わってきてるのは新潟の動きなんですけれども、やっぱり新潟県がどういうふうにあるかっていうこと自体がやっぱり東京電力を存続させるとかっていうことのためにですね、そのことのが上位にあって、じゃあ県知事をどうやって選ぶのかっていうことの優先順位が、まあ、原発のことによってねじ曲がってきてるんだろうと思うんですよね。そういう状況をやっぱり我々は見ていかないといけないし、それは首都圏に電力を供給するために福島、新潟に電力会社が作られ、まあ、今回すず能登半島もそういう状況があったわけですけれども、後で紹介するあの今回用意したあの声明をですね、まあ、だいぶ遅れてですけども、
用意したところの問題意識にはやっぱりそういうその、なんて大きな構造の中で弱いところを利用するようなですね、仕掛けができてしまっているし、そういうことの、まあ、公共とは相入れないようなものに対してジャーナリズムだったりアカデミズムだったりが気づかないを利用しているのか、それに乗っているのかっていうようなことの中でですね、社会的な役割を果たしてきてないっていうことなんだと思うんですよね。でそれをやっぱり今日もあの金平さんからずっと詳しく解説していただいたと思うんですけども、それをだからやっぱり公共がどうあるべきかっていうふうにこちらから踏み込んでいかないといけないんだろうなというふうに思って聞いていました。だからジャーナリストはこうあってほしいし、アカデミズムはこうでないきゃおかしいじゃないかっていう声を上げていかないといけないんだろうなとやっぱり素朴に、まあ、思います。まあ、そんなことを自分自身もね、やってきてはいるんですけれども、こういうことの今の状況の背景のベースのところにあるのはやっぱりその一般の人たちの中にお上に対する漠然とした信頼感というか、何かしてくれるというようなですね、依存するような気持ちがあったからだと思うんですけれども、そのさっきの住職の話じゃないですけれども、強いものの力に頼るとか、そうではなく、まあ、弱いものを支えることが、まあ、宗教者の役割なんだっていうようなこともですね、考えてもつながるのかもしれないんですけれども、そこをやっぱり、メディアとかアカデミズムとか、まあ、行政とかにお任せにしていたは全く立ち行かないし、今原子力というようなものがまだ存在している状況の中では、それが持っている力にですね、よっぽどそのこちらが意識的に取り組んでいかないと、なんて言うんでしょう、また巻き戻されて次の事故も起こるに違いないというかですね、そういう危機感を我々は新たにしないといけないんだろうというふうに思っています。ネットでご参加の海洋さん、あ、ぜひ、はい、そろそろ喋っていいですか、一言。はい、どうぞ。聞こえますでしょうか。はい、非常に刺激的な討論で面白いなと思いながら聞いてましたが、一つですね、なんでしょうか、その放射線は安全だっていうキャンペーンは実は3月の15、16ぐらいから始まってるんですよね。放射線管理アドバイザーっていう人が選ばれたのはその時期だったっていうことが、まあ、この間、長野の、あれごめんなさい、クラブアノイケさん、ノイケさん、ノイケさんの調査によって分かってきたんですけどね、僕は最近その思うんだけれども、その状況が十数年経ってここまでひどくなってるっていうのはものすごく緻密にプログラミングされていた向こう側のこの反撃のシナリオがあったんだなというふうに思ってます。でやっぱり我々がその日本と原発の最後のシーンで描いたその荒廃してしまっている浪江町の駅前の商店街っていうのがエフレイのある場所になってしまったんですね。でこういう本当にでしかも僕は今汚染水の裁判やってますけれども、国の代理人がものすごく攻撃的になってます。こういう措置をやること自身がもう非国民だと言わんばかりの大演説を第1回の法廷で、まあ、向こうは打ったわけですけれども、そして今週第2回があるんだけど、我々が書いた準備書面の朗読も認めないっていう、説明すら認めないみたいなことを言ってきて、それについて全然裁判所がもう国の代理人のもうその恫喝に屈してる、そういうことがもう現実に我々の目の前で起こってきてるんですけども、やっぱりこの福島の国際緊急開発機構っていうのが原発事故のそのショックドクトリンとして、そこに軍事研究のその根本的なね
センターを作ろうとしてるっていうことをやっぱり福島の人たちだけじゃなくて全国民に知らせる、まあ、それだけひどいことが行われたんだっていうことがほとんどの人に知られてないんです。それはやっぱり僕らの、まあ、を一生懸命やってきたつもりなんだけれども、もっとこう分かりやすい、その待って、まさか金平さんを目の前にしたけどテレビ番組でねやっぱり展開してもらうとか、まあ、僕ら本が一生懸命出したりやってきたんですけども、そういうことが必要かなと。向こう側が緻密に積み上げてきたこの反撃のこのシナリオというのを覆すようなことをこっちが一生懸命やらなければいけないかなと。まあ、先ほど吉田さんが見せてくださった若者のね、そういう私たちの未来でしたっけ、私の未来か、ああいうのを見て、あ、こんな若い人がこのエネルギー問題について考えてくれてんだって見て、ちょっと僕はうるうるってきましたけれども、まあ、そういう人にそういうことを伝えていきたいですね。そこからのどういうものが生まれるかですね。まあ、まだ諦めるにはちょっと僕もね、諦めきれない部分があるので、とにかくあがいてみたいなというふうに思いました。以上です。はい、武藤さんとかいかがでしょうか。こんにちは。金平さん、今日はありがとうございました。話があったイノベの、ところですね、つい 2,3 日前に回ったんですね。でまたちょっとびっくりするような施設がいっぱいできているってことが分かったので、少しちょっとそのことをご紹介したいなと思ったんですけれども、まず私たちが最初に言ったのはですね、完全閉鎖型植物工場というのがですね、宮古寺というところにできていました。それから、AI コンクリートっていう、なんか特殊なコンクリートの作り方をする、ものすごく強度なコンクリートを作る工場みたいなのができていたりとかですね、あとまあいちご工場がこの町にあったりとかですね、あと先ほど写真に出てきた請戸小学校のところにあるドローンの基地ですね、あれがその AI コンクリートでできているそうですけれども、ある意味津波の被害とか原発被害の鎮魂の場所であるというその遺構のそばにですね、なんか異様なその丸い、ドローン基地があるっていう、そういう光景がありました。で、まあ、どうしてこんな風なことが原発に、関わって起きていくんだろうってずっとこう考えていたんですけれども、今日お伺いした公共の余裕っていうね、そういうその切り口から見ていくと、本当につながっている、同じようなこと、同じ、まあ、根底に問題があるものが起きてるなと思っています。例えば行政の問題にしてもですね、福島県が被害者を裁判に訴えるというような、そんなことも起きているわけですし、本当にこういろんなこういう問題を一体どうしたらいいのか、こんな狂気に満ちた世界をどうやって私たち状況を保ちながら目をそらさずに見つめていったらいいんだろうかっていうことをすごくこうやっぱり考えています。で私もですね、1990年に道路が下でキャンプをしてですね、女性たちでそれで道路に寝転がってトラックを止めたっていう非暴力直接行動のようなものをすごくいいなって自分でも自分に合うなっていうふうに思ってきたんですけれども、原発事故が起きて福島の中でですね、事故の起きる1年前に行ってみんなで大事にした場所はもう二度と行けない場所になっているんですよね。あそこで LINE をできないっていうふうに暴力直接行動できないって、その絶望っていうのものすごくあったんですね。おしゃのっていうのはこういうその運動をもうダメにしてしまうんだっていうか、やれなくなってしてしまうんだっていうふうに感じて、すごいショックだったっていうのを感じました。で、まあ、じゃあ裁判だったらどうだろうかっていうことだったけれども、裁判もさっきお話があったように、その裁判所と、まあ、東電などの癒着っていうんですかね、そういうのもあって、まあ、私たちも署名運動を今一生懸命やってるところですけれども、そんな
ことをすごく考えると本当に絶望的な気持ちになるんですね。でも ある講演会に行った時にそのみんな絶望なんか分かりきってるんだ、なんか希望のあることを言ってくれってこう言われて、いや私のそれをこう言うんですかみたいに思っちゃったんだけれど、でも一つ思ってたのがですね、やっぱり私たちこの 今現実に見えている現実と思えている世界の価値観ですね、そういうものではない価値観っていうものをみんな実は持っている、すでに持っているんじゃないかというふうに思っています。ここにいらっしゃる皆さん、それで、その違う世界があるってことをやっぱり私は絶対忘れないようにして、違う価値観みたいなものをどうやって広めたらいいかなってことを思います。もう本当に価値観の問題じゃないかなっていうふうに今感じています。はい、以上です。ありがとうございます。はい、ネットでご参加なの細川さんお願いできますか。聞こえていらっしゃいますか。大丈夫ですか。お、聞こえてるんです。あ、はい、はい、さっきですか、吉田さんが僕が言ったらうまく聞こえたらしますけど、あ、先にどうぞ。先にどうぞとのことです。あ、細川さんにしゃべっていいですか。はい、なんて言えばな、なかなか最近ちゃんとした議論ができる場が少ないので、今日は割とガチの議論になりかけているので、すごく大事な機会だなと思います。で、先ほど後藤さんが、例えば、政府なり行政側が、あるいは推進側が招集した会議や土俵に乗ってもね、それで相手が変わるとか、その相手を説得するということは期待できなくても、やっぱりその、議論の中身を他の層の人に見てもらうということがすごい大事だということを、おっしゃって、それから、水田さんが市民側が開いた場に、政府の、当然、出ることは当然だと金平さんもおっしゃったけれども、なかなか出てこない人たちが出てくるという。時もあったという話されたのに対して、金平さんですね、それはパブリックサーバーと当然すべきことをしないでいるのに対してもっとなんていうか、こちら側の構えをきちんとしないとわからないんじゃないかというふうにおっしゃって、で、その一つの例として、高木さんたちが、高木神田さんたちが、その当時の通産省に、それはあれらの事故の時に、乗り込んでいって、どんどん入っていって、抗議したという、エピソードを紹介してくださいなって、話は噛み合っているようでいて、現在例えばつまりね、金平さんはその場に居合わせて、高木さんたちがいた時の場に取材で居合わせて、ある種それをかっこいいと思ったと思うんですよ。かっこいい、やるべきことをやってるなとか、かっこいいなと、すごいな、そういうふうに受け取られたんだと思うんですけども、同じ場面を例えばその今中継なんかでですね、今の大学生ぐらいの年代の人が見たらね、この人たちは同じ人だなというふうに思う学生が多いんですよ。それはもちろんだから学生の受け止め方は歪んでるんですよ。歪んでるけど取り合ってるんだけど、でも、実際どういうふうに受け止める学生は当然多くて、だからそこ特に今僕は退官したの、退任したので、気楽に来ようと言えますけども、現役で大学で、やりながら社会運動にも関わっておられる方だと、そこをものすごい苦労していると思うんですね。つまり、学生が引かないように、ギリギリの線で、こう、座っていかなくちゃいけないっていうのは、ものすごく現実的な課題としてあったんですよ。で、それで言うと、金平さんのお話の最後の方で、彼らの今日のお話の最後は急に、筑紫哲也風になったんですけれども、文化とか の、で、すごく違ったものを見せたり、あるいはそれまでやったことのないようなやり方っていうものを見せていくということが大事だというふうにおっしゃったので、やっぱりそうそれもつながると思うんですね。今の例えば、学生に限らないけども、今の若い世代の人たちは20代からもしかしたら30代後半ぐらいまでの世代の人はもうとにかく学校でちゃんと、
先生の言うことを 聞くようにと、その反応しないようにという、トレーニングをガキが受けてきてしまっている人たちが、まあ、どうしても多いので、多分そういうそのルールを破ることに対する異様な拒否感等ですね、あるいはお金が入ってくることに対して異を唱えるということも、ものすごく、やばいことなんじゃないかというような感覚がものすごく強く育っていて、それはもうなんかとかこれはしないと話にならないんですけれども、その公共もらいもあったのではないと思うんですけれども、やっぱりそういうのを変えるのってやっぱりまあ、それが例えば今の教師の歌であったり、団員であったりということだと思うんですね。だからその辺なんていうか、こう、今日高校のやり取りを聞いていると、すごく、金平さんからの批判 と、我々が日々なんていうかこう苦労してやっていることが全然かみ合わないわけじゃなくて、根本的なところでは噛み合っていて、ただそれに対してね、どういうふうに打開していくかというところで、もうちょっといろいろ工夫が必要だという、そういうことかなというふうに受け止めました。はい、以上です。はい、わかりました。出ない。はい、じゃあすみません、インばかりで申し訳ないんですけども、アイリーンさんが、件としてはされたので、アイリーンさんもしよろしく ご発言できそうでしたらご発言できますか。よろしくお願いします。すみません、と吉田さんなんか書きながらなんか聞こえて飲み直してて、まず、これ素晴らしいこの場を作ってくださって、これすっごく大事なんで、すっごくいい場だと思います。ありがとうございます。で、その提案ですけど、まあ、もういろいろこう皆さんも提案されてる話だと思うんですけど、一応今3つ書きました。で、一つ目はですね、このやっぱり、例えば松久保さんも話してたのは結局手口なんですよね。こういう手口、こういう手口、大勢の人集めてもらって、そしてその場合もか、なんかいろんなの、いつもいつも何十年も同じことを繰り返してる手口で、その方法がもうすごく浮き彫りになるような、こっち側のまとめ方も、例えば本当だったら委員会で、あ、今4番目やってるとか、また3番やってるとか、なんかこう、なんていうの、その向こうのやり方に対してこうそれを見える化するっていうのかな。で、見える化っていう言葉はミスターさんが使っててすごくいいなと思って、私しょっちゅう使っちゃってるんだけど、真似して、で、全部関連してるけど、2番目はですね、やっぱり今のような議論っていうのはどうしてもこういうふうに問題だよね、これがひどいよねっていうのでこう終わっちゃうっていうのと、私たちのほとんどの仕事は原発の今の現在の問題点ってものと、半分で死んでもあとで何こうやってない、こうやってないとか、そっちの方に大半のエネルギーが使われちゃってんで、今日のようなこの議論の場っていうのをすごく大切にして、それを、まあ、金平さんも いろいろ言われてたとか、ここで皆さんみんな話してる、これをすごく大事にして、これをどう、 もうきちっとした方法でどう展開できるかに、やっぱり真面目に議論して、そしてクリエイティブにどうやってできるかっていうのを考えるっていうのかな。で、その3番目に書いたのはこれと関連してるんですけど、本当にこの25年間以上いろんな人がいろんな場でこの問題を提起してるんですよね。で、私一番印象的に覚えてるのは吉岡さんの委員だった時に、ただ例えば文字とかどうのこうの問題点を見るだけじゃなくて、どういうふうに議論するかっていうチャートを作って、で、左の X と Y に、その Y はいろんな、そのいろんな政策のものだけど、X の方には
経営体制とか人道性とか、あの環境にどういうふうに影響が あるかとか、それから何ていうの、雇用とか、あの将来の世代とか長期的にとか、まあ、いろんなことを入れて、そしてそれの表通信簿を作ったら原子力はもう完全に失格だっていうことをもう酸っぱく言ってたんですよね。で表も出して、だから例えばそういうのもあるし、その後もいろんな人もいろんなこと言ってます。私も覚えてるのは長期の懇談会に参加して喋れてた時に、ちょうど今調べてみたらちょうど20年前の3月27日に提言したんですよね。長期の策定のやり方についての提言みたいな、それで5つの方法とか3つの方法とかそういうのを提言したけど、そういうふうにこう今までいっぱい言ってきたのをまとめて、これだけどんどん、なんていうかな、それが見えるようにする。吉岡さんのあれってすごい良かったけども、未だにああいうことをじゃあなんていうのやってないわけじゃないですか。まあちょっと発言がなかったのでごめんなさい。だけどまあ今日のこの議論がすごく大事で、それをそのままに終わらせなくて何かに進めばと思います。以上です。はい、では吉田さん、松久保さんで、最後は金平さんに再生確ですので、まとめのお言葉を、はい、お願いします。では吉田さん、お願いします。はい、私の未来では、若い世代 の運動とも連携をしていて、で若い人たち本当に気候変動、そして人権、まあ、気候整理という観点で人権にも関心がある方が多いです。でまあ、そうは言ってもですね、原発運動と気候変動の運動、私たちから見るとこう目指しているところは一緒じゃないかとも思うんですけれども、いろいろと、まあ、世代も違うし、まあ、政府の思惑で脱炭素ということに原発が含まれてしまっているというところからいろいろと難しいところもあります。まあ、しかし、まあ、そういう若い人たちも気候正義の観点から原発はダメだと考えているので、まあ、本当に大同団結というところで、そして若い世代と一緒にやらない限り、まあ、運動としても将来がということがありますので、はい、まあ、ぜひ一緒にやっていけたらと思っています。で金平さんにご質問なんですけれども、メディアの報道も非常 に残念ながら二極化してしまっているというか、こういう市民の動き意見を報道してくれるところと、まあ、産業界の立場に立ってというところとかなりこう二極化していると、まあ、そのあたり金平さんからはどうご覧になっているか、そういうことをいただけたらと思います。はい、では松久保さん、お願いします。はい、ありがとうございます。さっき後藤さんから委員会のメンバーに期待すべきじゃないと、まあ、おっしゃる通りで、委員会に来ている人たちは皆さんこうなんですかね、組織を背負ってきている人たちが多いわけですよね。でそうすると当然その組織の中で意思統一をして、でなんですかね、こうもしかしたら倫理書かなんか、こういう発言しますよっていう倫理書かなんか書いてやってきているかもしれないような人たちがたくさんいらっしゃるわけですよね。だからその人たちに対してですね、説得しても仕方がないと僕も思っていて、むしろその論争することによってその、主張している市民がどういうふうに考えるかっていうのを材料になるんじゃないかなと思うんですね。だから議論するべきだし、あとそのぜひ見ていただきたいっていうふうに思っています。おっしゃる通りですね。はい、じゃあ時間大変、もっとしゃべりたいんですけども、金沢もあれなんで、金平さんもしメディアの在り方も含めて、はい、ぜひお願いします。いや今日は本当に割とこう、まあこういうことだけは言おうと思って、時間間違えて、1時がと思って慌てたら来て、それでここで、皆さんとだからかなり準備も何もあったもんじゃなくて、わーっと思うこと言っちゃったみたいなんですけど、でただ私はかなり今日本音を、まあ、あんまり言わないようなことまで言ったっていうか、その、さっき実名を出したりしたでしょ、例えば頑張ってるメディアの人がいるとか、それから、どう考えたって自分とは対局にいる人が審議会とか
専門家会議なんかに入ってそれで力を行使して、でしてやったりみたいな構図が二極化の話をされてたんで、原発に限らず日本の社会がこう二極化してるっていう特にメディアやっぱり今言われてたよな、そのどういう社会、アイリーさんが言われてたよな、今の価値観とは違うもう一つの生き方っていうのは俺だなんていうんですよね、それってできるんじゃないかっていうふうにこんな状況になってるとですよ、温暖化とか地球、まあ、僕は実は一人だけあこの人若い人の中で言うとすごくオルタナティブとかもう一つの考え方っていうのを提示してくれてるんじゃないかと思ったのはあんまりこう個人名とは言ってもしまわないんだけど、斉藤浩平って人が言ってる脱成長っていう考え方ですよね。そのなんだろう、成長っていいことをなんか数が増大したりあるいはなんか指標が上がったりするっていうことが本当に僕ら一人一人のその充実した幸福な生活とか人間として生きていくことの中でいいことなのかなっていうのは今は本当にそういうことを脱成長みたいなことをはっきりビジョンとして、いやもうこれ限界、地球という規模でいうと地球といるものはもう限界に来てるんだから、そこからなんかエネルギーをむしり取ってそれで格差ですよね、あとね、ここまで格差が広がってしまうとそのなんか人間としてどうなのよみたいな、いやそれ さっき言った リタとリコですよ。でリタっていう言葉を僕久しぶりに聞いたのはコロナウイルスの時にフランスのジャック・アタリっていう人が出てきてで言ったんですよ、こんなみんな困ってる時には本当に一番大変な人から助けるっていうのが当たり前でしょうみたいな生き方をこれからはしなきゃいけないって言ったの、 NHK の番組だったんですね、あれリタで。であこれすごいなと思ってて、僕はやっぱりこういう風な生き方っていうリタとかそれから成長じゃないその脱成長みたいな、だって今僕ら株価最高値の時代にいるんですよ、戦後最高値の時代 で人口だけで言ったらその GDP なんか上抜かれに決まってるじゃないですか、そでそれなんでそんなことを今やって今に至るまでその万博を呼んできてオリンピックやったりしてみたいな、でそこにまた福島が使われたみたいなのがあったじゃないですか、やっぱりもうみんなどっかで気づいてるに違いないと思うんですよ、特に若い人はこう敏感に気づいてる、でもちろんどうやっていくかってことに関して言うとその、高木さんみたいに昔みたいに通産省に突っ込んでったら危ない人っていうんで、だってシールズでさえ今まあ、なんだあそこで一生懸命体張ってた人たちに対してあいつらみたいなあの人たちみたいな私たちは就活で今目いっぱいだからみたいなことをやっぱり言うわけですよ、そしたらとてもよくわかるんですけど、多分そうじゃない生き方みたいなのはもう僕ら待ったなしできっと突きつけられてるんだなって気がするんですよね。だからメディアで言うとそうじゃなくていつまでもその20世紀型の成長神話とムービュー性みたいなところにしがみついてる、まあある種の権威です、権力とか権威みたいなものとどういうふうに付き合っていくかっていうところできっと二極化してるんじゃないかと思うんですよ。僕は間違うっていうことは当たり前で、それどうやってやり直していくかっていうことの方が大事だと思うから、申し上げてるんで、僕はもろにその専門的な価値観みたいなところでズブズブで育ってきた人間だから言ってて、あこれじゃやっぱりダメなんだろうなっていうのがもう最近は本当にそういうことばっかり考えててね、だからそうじゃない生き方をするためにきっと自分たちが若い頃見てたそのもう一つの生き方みたいなのがあの時あったから、それがやっぱかっこよかったですよね、クリエイティブだったしやっぱりついてきたいってみんな思ったからそういうふうに言ったっていう経験があるもんですから、そういうものをなんか作り上げていくっていうんですかね、それできると思いますよ。だってさっきからその原発がもうズブズブになって僕らはどうしようもないって言ってるけど、ドイツやめたじゃないですか、だってドイツのメルケルは日本の原発事故を見てあこれはダメだと思ってやめたんですよ、でこれだってできるはずだから、なんでそれを日本が一番当事国で当事者であるにもかかわらずできないのかみたいな、未だにだって核兵器禁止条約だって
僕は批准もしてないわけで、だってあれ原因があったのは僕らの国が一番当事者であるにもかかわらずできないみたいな、よく考えるととっても変ですよね。多分若い人はそれ体感的に分かってるような気がしますけどね、まあ、だそこは絶対に、諦めたくないっていうか、そこだけはやっぱりちゃんとそういうことを言い続けながらやっぱり次の人たちにバトンを渡していくみたいなことをしなきゃダメなんだろうなっていうふうに思いますけどね。あんまり暗くなって終わりたくないように思えてきますけどね。ありがとうございました。はい、まあ、今のお話を聞いて、やっぱりもう少しシンプルに話そうのもいいのかなと思うようになりました。はい、私も最近とても思うので、意外とですね、非常に複雑なことが起こっていますから、複雑なことを説明しすぎて本質が分かりにくくなるっていうのはとてもあると僕は思っています。はい、なのでそこは気をつけていきたいなというふうに思ってます。あとは原子力審議会の方でも、政策調査部会、あれ月に1回いろんな人たちが参加して議論できるような場が少しずつできてきているので、まあ、そこをね生かしつつ、まあ、できることは限られてはいるんですけれども、やれることはしっかりやっていこうかなというふうに思ってます。特にエネルギー基本計画とかねすごく大事ですので、そこから入っちゃうと、ね、分かりにくくなるかもしれませんね。エネルギー基本計画だというと、もうそこで分からなくなる人が結構いるような気もするので、やっぱりシンプルなところからやっぱり原発は安全じゃないよねとか、危険だよねとかね、温暖化はまずいよねと、そういうところからアプローチできるように、まあ、私自身も頑張っていきたいというふうに思います。本当に金平さんありがとうございました。